和骨こんばんは。スタンバイ。今この場で呼んでしまおうっと。翡翠和骨、もこ和骨、ゆりちゃん和骨、のりたん和骨、かずこ和骨、まるる和骨、ゆりか和骨、まる和骨。ミキ和骨、カタカナマン和骨、読み和骨、パスティ和骨、編集済み和骨、鬼ポテ和骨、ルキ和骨、ちょっと待ってくださいね。ゆうや和骨。よいしょ。ちょっとお待ちください。今、少々お待ちください。心和骨。よいしょ。これこうして、こうして。ポン和骨。こんちゃ。フータン和骨。今ちょっと通知出すからちょっと待って。よいしょ。リア和骨。こんにちは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 。今日は任天堂スイッチのね、カゲロウをするんだけど。よいしょ。ちょっと待ってね。ケリアはこっち。カゲロウするといつもね、テンションが謎になく上斜め45度に上がってくる。いや、上斜め50度に上がってくる。ゆいちゃんはこっち。今日はここだ。よいしょ。キサラギワコツ。アリスもワコツ。スイッチ版。お、ハルチョロワコツ。主張じゃなくて主張です。その主張じゃなくて。その主張じゃなくて、その主張じゃなくて、投資の死に聞く出張じゃなくて、ティガーはこっち。投資の死に聞く感じの聞く。はい、ツイートした。はい、消した。嘘。ツイートした。主張はここだ。その主張じゃなくて、投資の死じゃなくて、なんて言えばいいんだ。ティガーはこつ。主張、投資、その投資じゃなくて、その投資じゃないんだよな。あ、そうだ、ネタバレダメだよって書いとかないとダメだよね。ネタバレダメだよって書いとかないとね。投資、その投資じゃないんだよな。ネタバレは、ネタバレ、つまりネバーレ、ネマ、ネバーレンドって返してば。ネタバレと攻略。粘りな。粘るのはちょっと。アリアはこつ。ネバーエンド禁止って何？ネタバレしか書いてない。なりはこつ。違う、間違い。なんでそんなみんなちゃちゃ入れてくんのよ。あれ？攻略って書いちゃった。攻略。攻略ね。攻略。ネタバレと攻略は、主が求めるまで禁止。禁止。禁止。はい。で、これ。おすずはこつ。はい。かずきはこつ。ネバニラ、レバニラ禁止じゃないよ。粘るこんにゃくじゃなくて。そう、求めたらオッケーってことでいいんじゃないの。これを、固定。オッケー。オッケー。はい、やりまーす。もうやりまーす。もう早速やりまーす。もう説明なしでやりまーす。もう説明いらないでしょ、このゲーム。説明するだけもうあれだからね、もうこれはもう説明がしにくいんで、もう説明なしでいきます、今回は。そしたら求めてくる。
求められたら OK。 違う、俺が求めたら OK ってことですよ。ロンロンマコッツ、説明いらない。いや、普通のホラーゲームだったらいるかもしれないけど、こうカエローはもう要はみんなもう見たことあるんでしょ。説明かっこ本編ナイスナイスね。しまってください、今のゲーム起動するんでしまってくださいね。こっち任天堂スイッチのゲームソフトっす。間違ってテトリス起動しそうだ、怖いな。あれ待って、これ電源入ってねえじゃん、なんで。あ、ちょっと待って、コントローラーがなんか布団の上のどっかの方にある。お、いいんじゃないか。絵が見たいです。いらないでしょ。いらない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 です。よいしょ。スイッチの使い方が説明する。あ、そっから説明しなきゃいけないの。よいしょ、起動できたよみんな。また別ゲー始まらない。大丈夫、あのここではちょっと別ゲーはちょっと避けたい。スイッチの音久しぶりに聞いた。だってスイッチなかなか起動しないもんね。よっぽどのことがない限り任天堂スイッチってあんまり起動せんよな、そう思うと。あ、これこっちで起動しようかね。こっちで起動しよう。お、映ったかな。紅葉はこっちで、これテロップを変えて、テロップを変えて、テロップはシャドウコリドーにします。シャドウコリドー、うん、どれ、待って、シャドウコリドーのロゴわかんねえんだけど、なんで。あら、ちょっとシャドウコリドーのロゴこれ、あ、これだわ、これです皆さん、シャドウコリドのロゴ、これっす。シャドウコリド、今回のシャドウコリドのロゴこれっすね。うん、あとは、あと俺いる、ちょっと待って。お、映った。ちょっと待って、俺どこいんのこれ。あれ、ちょっと俺どこにいんのこれ。あら、あ、ん？あれ？ちょっと待って、俺どこにいんのこれ。この脇ちょらへんに、この辺に。完全になんかね。あ、バカ、変なとこ押すなやって。あ、オッケー。オッケー、これで。お、映った？オッケー？よしよし、この辺で。この辺でオッケーかな？よーし。じゃあやります。ちょっと待って、これ悪魔はこっち、こんな隅っこに、俺はね、隅っこがいいんだよ。俺はね、隅っこが一番いいんだよ。アンナはこっち、結構小さめなの。だって小さくしないと小さくしないと、だって。じゃあこの辺にしとく、この辺でいい。で、ちょ、あれ、あんまり俺の顔でかくしたくないんだよね。この辺でいい。あ、これだったらいいでしょ。この辺なら。あんま邪魔にならない程度に。どうすか、これで。こんな感じでいいですか。脇っちょだし。OK？ いいですか、もうこれで。もうこれでやるよ。OK？ じゃあこれでいきまーす。やったぜ。ついに俺は、カゲロウを、任天堂スイッチバージョンのカゲロウを手に入れてしまった。任天堂スイッチバージョンのカゲロウを手に入れちまったよ。日本語。ここは変わんないんだね。ここら辺はスイッチだと多分なんか変わるんじゃないかな。何が変わるんだろうね。スイッチどう変わるんだろう。やさまこつ、日本語で OK なの？日本語じゃないと俺わかんねえ、俺。
そもそもなんで日本語以外でやらなきゃいけないの。初めからあるやん、ゴーホーム。ほんまや、ゴーホームあるやん。一番下にゴーホームあったわ。どうしよう。でも最初は普通にやって、で霧がいいなと思ったね、思ったらゴーホームやろうぜ。もう最初からやっちゃうともったいないから、やっぱりこうね、やっぱり楽しみは最後に取っとこう。デザートは最後に食おう。じゃあ行くぜ、メインゲーム。そう、やっぱ最初からやっちゃうとね、やっぱほらなんかみんな楽しみが薄れちゃうでしょ。後に取っとこうぜ。でもよかったね、ゴーホーム最初からついてるんだねこのゲームね、すごいわ。ちょっと待って、なんかちょっと待って、これ、あ、ちょっと、あ、治った。どれが A ボタン、これ、これ、あれ、あ、これか。初心者と挑戦者。レイク、スイッチ以外だとパソコン版やったことあるよ。そう、パソコン版はやってたんだけど、あの任天堂スイッチバージョンは初めてなんだよね。じゃあだからそっちでやるわ。リンちゃんはこっち。挑戦者が難しいと感じたプレイヤー向けの優しい難易度でミニマップが表示される。これ行こうぜ、これミニマップが表示されるらしいぜ。だから今日はコントローラーなんですよ、ロジ。俺今日初心者なんで、皆さん、僕わかんないです、このカゲロウというゲームが。チャークはこっち。ある夏の夕暮れの時、私はある路地の入り口でふと足を止めた。夕立の後に蒸し暑い、音気の中、奥から冷たいカレーが吹き、抜けてくる。ふと幼い頃の夏の日を思い出し、心の奥にしまってられていた。あの冒険心をくすぐられた私は、錆びられた路地へと足に踏み入れた。あ、マップついてる、すごっ。俺の頭の上見て、俺の頭の上見て、マップついてる、すごっ。いや、すごいわ。うん、俺の頭の上にマップついてるわ。マップ初めて見た、刺さってる。ちょっと待って、これなんか感度遅くね。ちょっとマウス感度遅え、マジで。ちょっとマップ、いや今回はでも分かりやすいから、多分マップ全然いけるレベルやで、これ。よかった。視点感度。これか。ちょっと上げようぜ、これ。あれ、ハムモンはこっち、デイジーはこっち。こんな感じでいい？感度。ちゃんとこれ、逃げるとき大変。どうかな？これ逃げれる？これで。おーし、よし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 。マヤンはこっち。ユキはこっち。マップ表示できるのか。マウス感度、これ、これはいける？これでいけるべ。これ一気に振り向きたいけど、なんか左スティックで、左 LT ボタンでしゃがむ。で、NB ボタンで後ろを見る。あ、なんだこれ、画面の見方が、え、ほうほう。なんか、あ、出てきた。で、走るボタンどれ？あ、こっちで走るのか。はいはいはい。ここで走るらしい、これ。やべ、俺の頭とマップが繋がってる。秋も翔太もワクワクする。すごく親切です、皆さん。初心者なのにちゃんと見なくても大丈夫。そうなんだ、俺初心者なんで今。みんな俺何も分かってないから。あ、でもグラフィックすごくいいね。任天堂スイッチでフル HD をこうフルで出した感じに。俺の頭の上にこうマップあるのちょっとじわじわくるわ。こっち行こう。いいね。こっち行こう。今俺の頭でもうマップが思い浮かべてるみたいな感じでいいんじゃない？すごいいね。なんかこんなのなんか素晴らしいね。後ろ向きに駆使した方が良さそうな感度。でもこれあんまり感度良すぎちゃうとさ、みんな酔っちゃうじゃん、画面。そう、スイッチ版にしてはなかなか画質いいよね。
もう迷子になる必要もないし。やったね。で、あ、これライター最初から持ってんじゃん。ライター最初から持ってるわ。いいね。いいね。ライター最初から持ってたんだよ。なんかさ、なんかのゲームと間違えちゃうんだよね。なんだっけ、なんかライターを、ねえ、なんかドラム缶みたいな上にあって回収するみたいな感じのイメージあったけど、これはもう普通に取れるんか。親切設計なんだ。いいね。ありがたや、ありがたや、ありがたや。もうちょっとちっちゃくしていい俺。もうちょっとちっちゃくしていいですか。ごめんなさいね。オッケー。行きましょう。なんせマップが俺の頭の上にいるんで。さらにちょっと、これ俺、左に、これ右にいた方がいいんじゃないの俺、もしかしたら。ね。多分俺ね、これ思った。俺右にいた方がいいんじゃね、左じゃなくて。こっちにいた方が、こっちにいた方がいいんじゃないの、こっちに。ちょっとこっちに行くわ。こっちに。ちょっと待って、こっちに行くわ。ちょっと、この辺に。クイックターン。よし、こっちで。あ、バカ、なんか、ちょっと見えねえって、なんか血が邪魔してる。なんか、血が邪魔してる。まあいいや。ちょっと、なんか俺に血かかってる見える。俺の頭の上に血がかかってるように見える。これ血がちょっと邪魔だな。そこ血かかっちゃうんだけど。俺が血ね。ちょっと待って、右側に。これ消そうぜ、この血。この血消そうぜ。今回ちょっとこの血をなくしましょう。どれ？あー、消えた！消えました。こんな感じでいい？よし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 。で、それで。OKOKOK。おーしよ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 し。オッケーオッケー。こんな感じでいきましょう。よし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 。で、おいで。ん？あれ？あ、ちょっとそれ持ってきて。それ持ってきて。あ、そう、俺の光のやつ。あ、あたす。こっち持ってきて。あざあざあざす。これでオッケー。あざ、それでいい。この辺に置いといて。あ、ありがとう、ありがとう。オッケー。完璧だ。完璧だ。いや、誰もいないんだけどね。チョコボはこっち。よし、これで、邪魔にならずにいける。よしよしよし。すいませんね、ちょっとね、僕、場所移動しましたわ。浮いて。で、こっちにこう移動していく。いいですね。はい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 。弓はこっち。これは、パソコン版と一緒なんだね。こうなんかこっちちょっと移動するとここになんか変な人出てくるみたいな。お、カトキチモワコツ。これ。じゃ、ここはゆっくり行きますか。うふい、行こうじゃないか。拾えないの？これどうやって拾うんだっけ？なんか拾うボタンあるよね。こら！怒られてしまいました。私としたことが。いや、マップあるのいいな。でも、マップ見ない癖ついちゃってるな、俺、完全に。こうか。ね。なんか、マップを見ずに住んでたから、今まで。すげえ、マップを見ずに住んでたから、なんか、こう、マップ見るの、なんか、すごく残、なんか、いいな。ここでは多分迷わないと思うけど、いいな。やっぱ、マップあるのいいわ。ね、マップ。マップがあるのいいな。いいわ、マップあんの。迷子になりそうになったら見るけど、みんなは常時マップ見れるもんね。うらやましいわ。マップは強い、強い、強い。マップが強い。いいね。よし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 。スナック黒猫。ニンテンドースイッチか。みんなニンテンドースイッチバージョンの、持ってる？カゲロウ。
マップが助かる。思ったよりマップが結構見やすいんだよ。そうなんだよ。そこちょっとびっくりした。スイッチバージョンのカゲロウ持ってる？みんな。ここまだ序の口だぜ。これスイッチだと2000円ぐらいだと思った確か。あ、持ってないんだ。黒猫の、あれ進めねえ。パソコン版、プレステ版、スイッチ版全部持ってんの？あれ？プレイステーションにも出てんだっけ？このゲーム。持ってたけど、最初の回路で折れた。やっぱ案外難しかったってこと？持ってない？あ、持ってる人いるんだね。ちらほら持ってる人はいるんだ。これちょっとコントローラーを慣れないとね、なかなか難しいで、これ。まずこれ回収するでしょ？これ。ランコはこっち。これ。これをまず回収する。このぎこちない動きがまた初心者っぽくていいよね、これね。そう。今、操作がだいぶおぼつかないから、今、俺。このぎこちない感じ、これ、わかるよ、これ。すんごくぎこちない。なんかちょっと操作ミスでなんかさ、なんか操作ミスでなんかやらかしそう俺。あのおじさんとこ投げたら出てくるのかな。こらって言われるんじゃない。今日も期待してる。もうあそこ戻れなくなっちゃってんだよね。あそこ、ここのカラスも甲子園のカラスと似合うかな。おじさん、おじさん音立てると出てくんのかな。ちょっと試してみる。あれ、ここなんだっけ。あれ、ここんなとこあったっけ。あっ、猫のところか。猫、猫か、猫、猫はこたつで丸くなる。猫はこたつでな、丸くなる。このどっかの、このどっか押したらなんか入り口が開いてホグワーツに行けるんかな。みんなホグワーツ行く？道教えようか、ホグワーツの行き方。ミコはこっち。その代わりみんなスリザリンだけどいい？俺も丸くなりました。今背中が丸まっております。メグタンはこっち。9と4分の3番線。ホグワーツ現地集合ってことで OK。スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。アズカバンやろ。カルナはこつ。そうか、スリザリンは嫌か。許してください、スリザリンは嫌です。そうか、困ったな。ウィンガーディアムレボリュース、ウィンガーディアム、ガーディアレボ、レビオーサ。ウィンガーディア、ガーディアムレボリューション。ウィンガーディ一本道だと迷わなくて済むし、そもそもマップがあることに関してもほんと助かって今。エクスペクトパトローナムー。お、にゃんこ。俺魔法よりも物理なんですいません。にゃんこ泣いてんぞ。喧嘩してる。なんか猫喧嘩してる。なんか猫喧嘩してるって。どこ？どこで喧嘩してんの？あ、猫喧嘩してね。え？なんか猫喧嘩してね。
猫の声だよね多分ね。これ蚊じゃないよな。どこに喧嘩してんのこれ。猫ちゃん。どこで喧嘩してんの。こっち。蚊みたいな。蚊かと思った今。お、あんなところにいるで。猫が。で。おいでこっち。おでこっち。どうしたの？餌が欲しいの？あ？うわ。うわ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 。なんか突然ムービー始まったけど。こいつはオデレーター。いや、ビッグバン現象起きてるって。今の猫は幻だったってこと？大変だこれ。音ちっちゃいですか皆さん。ちょっと音小さいと思うんで、もうちょっと音量上げますね。OK、上げた。お城はこっち。猫消えました。猫が消えましたけども、ビッグバンアタック食らったような感じ。そしてここどこ。ほんでアバンストラッシュとかそんなわかんないでしょう。そんなアバン先生の技なんて。コーヒー飲みながらやっていい？めちゃくちゃコーヒー飲みながらやるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、コントローラーか。ちょっとコーヒー飲みながらやるわ。ちょっと待って、ああ、ちょっと。迷子です。このゲーム、マップあっても迷子なんだよね。やっぱどうしても、やっぱマップあってもナビついても多分迷子になる自信あるよ、これ。えぐいわ。デフォ。神々にはならないよ。大丈夫、いける。よし、行こうぜ。テーブルの上にコントローラーを置いたわ。俺がカゲロウやるとは珍しいでしょ。結局迷子です皆さん。でも俺はここだと信じてる。だけど信じてる、信じてる、君を信じている。この森の奥を進むとですね、コンビニが見えると思うんで、そこを右折してください。カゲロウプロの、いや今日は初心者っていう体でやってるから今俺。任天堂スイッチバージョンはマジ初心者。よし、見ろ。大丈夫。これなんだっけこれ。これ何、花っつんだっけ。奇岩花だったっけこれ。あ、知らんがなみたいな。モーピーマーコツ。あ、奇岩花か。そう、初心者なんですよ、僕今。彼岸花ね、彼岸花。知らんがな。俺のニュアンスだって明らかに知らんがなのニュアンスだったよ。彼岸花。知らんがな。これ毒があるってこと？お、開いたぞ。開きました。今日この辺で終わっとく？いやいや、まだでしょ。始まったばかりやで。彼岸花、知らんがな。堂々とその彼岸花めっちゃ踏んでったけど。ちょっと待って、開け方わかんねえ。あ、これか。あ、そう開くんだ。俺、普通に正面から両方バカってこう、両側を開くのかと思って、これ、そうだ、片方開くんだよね、これね。すごい、普通に真ん中にいたわ、今俺。そうだ、そうやって開くんだ。今までね、いろんなホラゲやりすぎて、ここ真ん中バカって開くんかと思って。いや、まだ俺終わらないから。俺の夢は終わらねえ。ライターカチャカチャしてんのは、操作を間違えてる証拠です。よし、これね。ああ、B ボタンか。諦めっていう花言葉なの。あ、もうこれ始まる感じ？これちょっと明るさ変えたよね。ちょっと待って、明るさ変えていい？明るさ。なんで B ボタンと A ボタン間違えてんだよ。これね。ゲームグラフィックの明る、あ、これだったった、これ。キュッ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 って音してんだけど、キュッ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 。どう、明るい？あんま変わんねえ。あんま変わんねえな。明るさあんま変わんねえんだけど、これ。もうちょっと上げてもいいな。もうちょっと上げよう。ちょっとどこ？
スイッチのコントローラーマジで間違えるって。あれどうも何してん、ちょっとあれちょっと待って、これ何あれどこっすのこれ、バカ、あれバカ何やってんの、どれ、これだ、わざとじゃなくてマジで俺あのパッドでやってるからさ全然操作がマジでわかんないこれマックスにしたらどれぐらい明るくなるの、ちなみにあんま変わんねえじゃねえかよこれあんま変わんない、パッドだとねマジでわかりにくい人だってこれ操作が本当にあでも心なしかちょっと明るくなった、でもあんま変わんねえ、まあ、ほんとあんま変わんねえ、じゃあとりあえずこのまま進むよ、うん、あこれつけられんね確かね、バカ消してどうすんだよ、 A ボタンと B ボタン間違えないで、そう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 、変わんないよね、もう暗いとこもはやもう見えてねえもん全然見えない、これどうすんの、これどうやって開けんの、これどうやって開けんのこれ、ちょっと待ってこれどうやって開けんの、なんか開け方、ああそうそう、このゲーム覚えとこう、みんなね A ボタンで開けます、皆さんあのプレイステーション4のコントローラーと丸ボタンで開けます、丸ボタンです、皆さん丸ボタンで開けて丸ボタンで閉じる、 OK 覚えた覚えた、お千里眼の徘徊者はこついらっしゃい、で X ボタンで X ボタンじゃねえや、なんだこれ四角ボタンだ、四角ボタンで懐中電灯チカチカ、これライターね、あえて黒暗くしたら多分めっちゃ見にくい。オッケーオッケー。覚えた覚えた覚えた。あ、こっちじゃないのか。こっちか。操作キーオプションから変えれる？あ、それいいな。そうしようかな。ちょっと操作を変えようかな、俺。ね。なんか戻ってきちゃうんだけど、俺。こっちで？こっち？勇気はコツ、マッツンはコツ。こんちゃん。あ、これか。これね。これをこう、これ十字キーで移動して、は？鍵かかってんじゃん。あれ？なんだこれこれ。あ、そっか。俺 X ボタン押さなきゃダメだ。あ、X ボタンじゃないのか。え？よし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 。操作キー変えないと混乱しそう。ね、オプションいじって、キーコンフィング。これか。一人なんかやって、待って、アクションって A ボタンなんだよね。俺、これをね、は？ちょっと、これを変えたい。アサインするボタンを押してください。よし。B ボタンで開けたい。で、アイテムの使用は Y ボタン。あ？ちょっと待って。これでいいのかな？おい？ちょ、何してんの？バカ！何やって、もう分かんなくなってる。これでいける？どう？なあ！もういい、もう慣れるわ。もう慣れる。もう慣れます。もういい。もういい。もういい。もう慣れる。もう慣れるしかねえ、もう。もう慣れる。チーナはコツ。決定ボタンがプレステコントラと違うからよく間違える。いや、ほんまそれ。B ボタンと A ボタンを間違えるのも嫌なんだけど、もうこれもう慣れるしかないって、もうこれ。もう慣れます、慣れます。頑張って慣れる。うん。いけるいける。OK、OK、OK。体に叩き込むからいける。大変だよ、一人でボケで一人で突っ込んで。じゃなくて、これ本当にね、本当にライオンだ。一つ怒ったけど。ここに対応力の高さを見せつけてやる。本当だよ。まあ俺も仮にも一応これゲーム配信者なんでね。まあそのうちに慣れるから。まあ見とけって。なんかないっけこれ。ゲーム磨けるからいいやん。俺別に芸人じゃねえんだけどな。これで、これ開けられない。これで開けんだよね。あれ？あ、こうか。これなかなか難しいで。俺本当に間違えて爆竹起きそうで怖いんだけど。本気で爆竹起きそうで怖い。そのうちなんか本当に間違って爆竹起きそうで怖い。
まあ、僕はなんかゲーミングコミュニティアなんやりそうね、本当にやりそうで怖いもん。いや、いつか絶対やると思ってる俺は絶対いつかやると思ってる俺は。とりあえずこっちで合ってる、ザ・ワールドも間違えてんだけど、なんか重要なアイテムとかめっちゃ間違えて投げそうフラグ今のうち立たせとくわ。あ、進んだ、いいね。テンパって間違えるやつ、これ逃げるのも大変なんだよこれ。来たよこれ、スクフェスの音。 L ボタンで走る、あれこれ逆じゃね、こっちこっち、え、待って、なんか俺左側からすげえ聞こえるんだよ、あれなんかおかしくね、左側から聞こえるんだよ、なんで左から聞こえんのこれ、あれ俺だけ左から聞こえんの、なんかめっちゃ左から聞こえない、え、みんな右から聞こえてる、左から聞こえてる、どっから聞こえてる、俺マップ見ればいいじゃんこれ、イヤホン逆にしてんの、え、あ、本当に、しまった、あ、聞こえた。いや、イヤホン逆にしてた。なんか、あいつなんか逆にいる方向を書く。これなんでだったの？イヤホン逆でした。全然なんか違う方向から聞こえるからなんでだろう。そういうことか。いや、これやっぱりボケてたんじゃなくて、いや、ガチで。ああもう間違えてるって、もうもう、ま、みんながそういうこと言うからもうこうなるんだって。何してんの今、戻るって。こっちだよね、こっちだよねこっちだよね。よしよしよし、もうイヤホン、そうだ、イヤホンがまずおかしかった、まあ、そこだよみんな、イヤホン聞こえてる？いや、イヤホン間違えた、じゃあそれみんなが言ってくれたらよかったんだよ、イヤホン間違えてるよって。最初からあの一番最初のね、ここのステージに入る前にウェイ君イヤホン逆だよって言ってくれたらもうこうにはならなかったんだって。そこ気づけないなんてもうダメですよ。イヤホン聞こえてるじゃなくてイヤホン、待って、俺ライターつけてねえじゃん、これ見えねえはずだわどうりで暗いなと思ったら、知らんがな、非番がなみたいに言わないで。メグイヤホン逆で、もう直しました、直しました。ちょ、バカ、またさっきから同じことしてる、ついた、あら、あ、これ本当に初心者なの、これ間違ってない、本当にこういう初心者なのイヤホンの左右逆にして方向音痴、多分最初から積んでたんだろうね、多分このゲーム始まる前から。レグイヤホン食べたら、いや食べてねえわまだ、どんな味するんだ。お、アマネワコツいらっしゃい、これ明るくね、お、エリワコツ、このまま言わなかったらマジで俺方向感覚失ってた、これ拾っていい、こう開けて、あやバカ早くしろって、あのねマジで A ボタンと B ボタンがマジでむずいんだわ。うん、レイクバイザー逆、いやバイザーは合ってるんだって、これ危ない、今おい大丈夫か、これ本当にクリアできんの俺このゲーム、めっちゃ不安になってきた。絶対俺なんかロッカーとか隠れるときに絶対俺間違えて爆竹を置くやつだ間違いない、俺絶対今日もう先に言っとくわ、絶対ボタン押し間違える自信ある、今日一番難しいとこボタンまであるの、いやほんと多分今日はボタンがむずい絶対ボタンむずい今日。お、マルダイワコツ今日どんな感じなの、いやコントローラーになれないそう、今日はコントローラーがむずい、初心者コントローラー初心、あ、ほらみんな見て、鏡に触れた瞬間周りが暗闇に包まれたね。
気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、いいですか、どこまでも暗闇が支配する、複雑に入り組んだ回路だった。ここから出なければ無邪気な冒険心は吹き飛び、ね、不安と節操感が胸を締め付けた。焦燥感が胸を締め付けられたです、ね、はい、じゃあ紅葉さん読んでください。どうぞ。鏡に触れた瞬間、どうぞ、いいですか。あとは誰だ。じゃあアンナさん、周りが暗闇に包まれた、はい、どうぞ。じゃあポンコツゆきさん、気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、書いてください。で、丸大さん、どこまでも暗闇が支配する、書いてください。で、魂のるきさん、どこまでも暗闇、あ、そう、さっき言ったわ、複雑に入り込んだ回路だった、はい、書いてください。じゃ、翡翠さん、ここから出なければ、かっこ閉じまで。ゆうやさん、無邪気な冒険心は吹き飛び、書いてください。めぐたんさん、不安と、そう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 、書いてください。いいですか。そして俺はここにたどり着いちまった。焦燥感です。焦燥感です。焦燥感です。皆さんね。ちょ、ボタン。焦燥感です、皆さん。さあ、着きましたけども、ここ。焦燥感です。ね。焦燥感じゃないです。焦燥感です。明かりを灯しましょう。明かりを灯します。そんなこといいんだよ、みんな。そんなことでも俺はコントローラーと戦わなきゃいけない いけないけん。施錠しますか。焦燥感。お、紙あんじゃん、紙。やべ、読んでみようぜ。君の身に何が起こったのか理解できず混乱してると思うが、君と生きて会えることを願っているけ。お湯崎和骨、多分コーヒー飲んでるから多分滑舌が、さあここはどこだ。いや、もうちょっと読むのだるいなと思って。ちょっと読むのだるいなと思ってしまって、すみませんね。すいません、ちょっと。読むのだるいなと思って。ちょ、先進みましょう。そんなことよりも早く進みましょう。あ、俺なんかバタバタ落ちてんぞ、これ。あ、ちょっと、これ近いんじゃないか？近いんじゃないか。まあ、あれは各自読んでもらって。ここ開くの？これ怖いよ、みんな見て。こんな夕闇の夕、うわー、なんだ？おい、なんだ、おい。徘徊者は、視覚、聴覚を駆使して、あなたを探します。視覚。ライターや、決して考えてはいけません、ということですね。ちゃんとしっかり読んどいてくださいね。先生は、勉強は、あれ？なんだこれ？ちょ、狭くね？おま。おま、狭っ。狭すぎる。なんだ、この部屋、狭くね？俺ちょうど入れるスペースだったんだけど。左上の時間わかんないんだよ。俺なんとか入ったけど。なんとか入れたけど、これ多分敵からしたら腕見えてんの。はあ、なんだ。一個しかアイテム持てないか出る。ここしかもう入るとこなかったんだって、これ。ね。激狭やで、これ。狭すぎる。ここ入っても狭いけど、なんだこれ、なんだこれ、ちょっと狭すぎる。女泣いてんぞ。ギリギリを攻めていく男。これどこにいるの、女。明かりを灯します。これ絶対あそこに女いるだろう。ちょっと待って、これどうやって開けんの。ちょ、
これ操作おぼつかないままあの女のとこ行くのちょっときついって。これどうやってアイテム取んの。これか、はい取れた。緑の葉っぱ取ったけど、これ緑の葉っぱってどんな能力だったっけ。ちょ教えて。ちょっと緑の葉っぱの使い方って何の能力だっけこれ。ちょこれは爆竹も取っとこう。おむちょわこつ、こんにちは。覚醒するの緑の葉っぱで。こあーあーくそあー効くみたいな。口臭がなくなる。サラダにして食うの。これキャベツの千切りじゃねえんだよこれ。変身できんのマジで。トラタカバッタクソガキワコツビタミンがと。あ女いるじゃん女。ほらあの女の子の後ろをさりげなく通ってあのマガダマパクっとこうぜ。さすがに来ねえだろさすがに。こっちまで煎じるこのキャベツ。ギリギリを攻めておこうとこう。見てここは取るから俺。びっくりした今。びっくりした。びっくりした。びっくりした今。後ろはダメってことか。そういうことね。後ろはダメらしい皆さん。後ろに来て前から行こう。来ると思ってた。いやだって俺しゃがんでたんだよ。爆竹使おう。明かりを灯します。あ パーソナルスペース狭い。レイさんのカゲロウ最速チャレンジ大好きだったので、またカゲロウ配信見て嬉しいです。俺カゲロウ最速チャレンジなんかやったことあったっけ。あ、壁ドン。すんまそんな。いないいないばー。どこにもいねえよ俺。おあいつあそこでなんか迷ってんぞ。よしこのまま行こう。これ多分バレてない設定だよね。どこにもいますね。このままパクっとこうぜこれ。いただき、いただき。これ音さえ立てなきゃ、立てなかったら俺勝てるところだよね。うおおっそおっそ遅くね。これ初心者モードってこんなにノロノロ歩く。あいつ走ってくるじゃんの歩いてきたぞ。あ、やべえ、おまけが来たぞ、おまけが。そこでなくなってもー。後ろから抜いてやろうぜ。それはいい考えだ。あいつノロノロなんか歩きながらなんか、おーおーおー、なんでそこにいんだ。これだったらいけそうだよね。ちょっと行ってみる。詰んだ。いや大丈夫と思う。来るときも遅いし、帰るときも遅いんだよな。よし、閉めてやろうぜ、ここ。さよならバカめ。はっ。よし、ちゃんと部屋に帰ってったわ。初心者は挑戦者より遅めになってる。じゃあ、これ今日クリアできるってこと。さくらはこつ、こんちゃ。今日初心者の人いますか。あ、ごめん、俺聞き方が間違えてるわ。今日初見の方います。俺の配信初めて見るって人いねえか。いなかったらごめん、なんでもない、こんなこと言うとみんながはい初見です、初心者ですとか言ってなんかこう無視してくるんで、この流れ来たよ俺。操作間違えてワンチャンいけそう。いや俺もう一生懸命頑張って今慣れようとしてるんだって。初見です、本当です。ほらね、ほら初心者で走れない縛りしてんの。違う、俺がほんとガチ初心者になった今。初見です、車検です、初見です、今日は初見です。あ、カメラ見
け。もう分かんなくなりました。初めての人、気をつけてくださいね。耳がね、いかれる可能性あるんで、僕めちゃくちゃ叫ぶんで。大体、でもおかしいんですよ、うちに来るリスナーさんは。俺が叫んでんのに寝てたとか言うんですよ。面白いですよね。ホラーゲームやってて、なんか、寝落ちしましたっていう人、大体、何夏休みはもうお過ごししておりますよ。おすすめに上がってたのです。もうすでにやられてる。あ、もうみんなもう、鼓膜に体勢ついてきた。鼓膜の開眼。私もその一人だった。いや、慣れる？とも寝落ちのまあ、ねえ、まあ、来てるってもう、なんなの、あいつ、ちょっと。もう、来なくていいよ。なんでこっち来たんですか。うわ。みんな、でも落ち着いて、これ。なんか、バタバタ。ほんまに。俺のビビー声で、みんな多分ね、俺の放送で多分今日昼寝できると思うな。我の配信で昼寝をできると思うなよ。昼寝枠じゃないです、ここは。明らかに魔王の笑い方。寝そう。ダメです、うん、今コーヒー飲んでます。今昼寝枠じゃないです。昼寝しちゃダメです。今から俺のクリアを見届けてゴーホームのステージを見るんでしょ今から。寝ながら叫んでるなと思ってん。他人事みたいに嫌なのやめてくんない。寝ちゃダメです。バタコさん、バタコさん、バタコさん、うん、は愉快。ゴーホームで起こしてください。ダメです。笑い方が13日の金曜日って何？ゴーホーム日付またがないから。今あと2個取ったらクリアだからこのゲーム待って。ゴーホームのステージになったら起こして。ダメだ。あ、こけし。こけし取れた。ゴーホームこの後やんの。ゴーホームのステージがあるらしいからちょっと楽しみなんだよね。おい、また来たってバタコさん。もうバタカタ、バタコ、バタコ、バタコさん、こっち来てるってもう、ほんまだるいって、バタコさんだるいってもう、あー、やばい、柱しかない、どうしよう、遅っ、まあ遅いな、このまま逃げ切ろうぜ、やべえ、遅え、あいつ、初心者ってこんなにない、これ舐めてるだろ、このゲーム、俺を、俺、今やられたかと思ったわ、今、遅っ、司は骨。俺これ多分クリアできるんじゃない余裕でこれ。真っ白は骨。思いのほか遅くてびっくりした今。俺一気に来るからもうアイテム変えてさ、一気に逃げようかなと思ったんだけど、思いのほか遅くてびっくりした。初心者にだいぶ優しすぎだろこのゲーム。じゃあ俺これ隠れなくてもいけるんじゃね。ボタン見せてもこれリカバリできるよね。バタコさん、今までのかつて戦ってきたやつだと早すぎるんだから。最速レベルのあいつだね、むしろ死ぬことはない。俺、これでじゃあ死ねないってことだよ。よし、これはスイッチバージョンのストーリーモードを堪能できるぞ、みんな。もう余裕の表情ですよ。見てください、こちら。めちゃくちゃ余裕だ。で、ちなみに俺ね、マップ全く見てないから、今も。マップ合ってないようなもんだって、これ。あ、鍵だ。余裕ですよ、これ。余裕のよっちゃんいかだよ、これ。これなんか、平八、ん？なんだこれ。波平の頭が、髪の毛があった。これやられたら鼻からスパゲッティ。いやいや、そんな、無理ですよ。あれ？あ、これか。あれ？これ？これ？初見の時操作性、いや俺もぶっちゃけ操作性があまりにも よくなさすぎて、ちょっと今ほとんどやれそうになってる。アイテム1個も使う、あと1個でクリアだよ。みんなこれは楽勝でしょ。みんなこれは皆さん多分楽勝ですよ。いけます、いけます。これでやられたらマジ俺もあれだ、逆立ちするわ。ははは、余裕だぜ。
よし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 。これは今日いいストーリーのクリアが見えそうですね、これね。ね。うん。こんにちは、初見です。あなたは絶叫系 VTuber ですか？そうですよ。なんならもう5回ぐらい叫びました、さっき。こっち？逆立ちするから何するって？逆立ちして？それはもう決まってるんだろうが。逆立ちしながらゲームするんでしょうよ。お、カメラがあったぞ。これ爆竹があったぞ。あと何があるの？何もないですね。クリアまであともう少しだ。急に強くなった俺今。今俺最強だと思うよ、むしろ。多分俺に勝てるやついないと思う。多分パーフェクトセルぐらいじゃないかな、俺に勝てんのは。多分余裕出しすぎちまって、おそらく、くだらん。貴様が強くなるの俺は待ってるから、さっさと18号を吸収しろって言ってるベジータみたいな。あ、やばい。でもそれはまずいかもしんない。そうすると、セルがあまりにも強すぎちゃって、多分負けるフラグができてる。逆を逆さまにするオチ見えた。なんなら多分あれで、画面も逆さにしちゃう可能性が。爆竹で敵を、あ、これ絶対マガダマの場所じゃないか、これ見て、ほら、あれ違う。みんなも逆さで見てもらうしかない。爆竹で敵呼ぶ、余裕で爆竹で、もうあれ待って、鍵ないよ、これどうして、なんで鍵ない、鍵あります、この辺に。じゃ探して、みんな鍵どこに隠したの。鍵ないって。ねえ、なんで鍵ない。はあ、もう切れそう。俺もこれでもう文字作ってやろう。ムカついたわ。できました、皆さん。すも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 、あ、すも、うん、ここですもを作る。まあ俺はあれだから、バイザーついてるから全然余裕だから。見て、この余裕の表情、素晴らしいですね。さあ、さっさと行きましょう。で、ところで鍵どこ？これスーモだって。回収がさらにめんどくさかった、今。これ、スーモじゃない。鍵どこにあるの、これ。あれ？おい、同じ部屋入ってんじゃねえかよ、おい。おい、なんだよ、なんで同じ部屋に2つ扉があんだよ。1個でええやん。おかしいだろ、これ。どういう構造？誰か教えて。ループ機能でも違う。いや、普通におかしいだろ。構造的にさ、俺、これが普通の部屋なんだけど。なんで、おかしいだろ、お前。なんか出てんだけど。マップ、いや、全然マップ見てなかった、今。構造にも、いや、構造にケチつけたからなる。構造にケチつけたがるでしょ、こんなん。巻き戻ってないでしょよ。あ、鍵だ！よっしゃ、いける！これでいけるぜ。これでいけますよ、皆さん。これであそこの扉開けられるんだな。あと帰るだけよ。なんていう簡単な仕事なんだ。これをこう。これ価値確っしょ。ちょ、なにこれ、操作マジでむず。おい、こけしと、なんか卵しかねえぞ、お前これ。こけし。よし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 。あ、マガダマ。取れた！あと実家に帰るだけやで。あ、ちょっぱ。あ、なんか来てるって、な、来てるって、もう。ちょ、これ扉閉めとこ。うわ、なんか来てるって。スクフェス祭り来たよ、これ。シャンシャン、コペリニクス、スティーブン・ゲルガッチ、ブルーメット・ジャクソン撮影が来て、これ。遅いのにビビってんの。いや、でもあいつだって早いかもしんねえじゃん。遅いから大丈夫。いや、わかんないよ。音ゲーしながら歩いてるからね。しかもなんだ、今ステージ選択してるから。じゃあ
楽曲選択。よし、余裕だぜ、行こう。ちょっと煽ってやろうぜ。煽っちゃう、あ、間違えて爆竹捨てちゃった。くそ、操作性のせいで爆竹をとてつもなく捨ててしまったようだ。なんてこった。うわー、こんなことってある。もうほんとやっちゃいけないことやってしまったよ。まったくビビっちまうぜ、ほんとに。いやー、ほんと参っちゃうよね、こういうの。ほんとやめてほしいよねあ、やべ、これしかも向こうじゃね、やばいって、これやばいって、みんなこれやばいって、これ向こうなんだけどちょ、大丈夫かな。自分でやばいところ、やばいことになってる、これ。行きたい方向に爆竹を投げちゃう男だった。大丈夫かな。ちょ、こっち行ける、俺こっちに行ける、ちょ、俺のこと刺してるって、これ本気でやらかしてる。大丈夫、いけるいける、帰れ帰れる。舐めてるとやられそう。大丈夫だって、これぐらい舐めプしてやった方が。あ、戻れなくなった。これも計算。そうなんです、これ計算なんですよ、皆さん。全ては計算なんですね。計算し尽くしてる男なんで間違いないです。いけます。俺そのマップ全く見てないんだよね、今。俺マップ見ない癖ついちゃってる。これちょっと解説させて、これ。これ。何の音だよ。あ、こけし。こけし、こけし、こけし。オッケーオッケー、これで。いけるいける。山田はこっち。よし、こっちね。これゴールじゃね。俺。こけし、たけし、たけし、こけし。こけし、たけし。これもうクリアじゃないか。この辺じゃね。違う。ちょ、足しびれてる今。めっちゃ足しびれてる。そういえば、たけしって何のためにこけしな。あー、待って、ちょ、来てるって、なんか変なの。バタコさん来てるって。こけしって、そういえば、なんかあの、なんかね、なんか、つづらを、なんかロッカーに変えたりできるらしいよ。どう思う？お、説明書だ。その日の夕方、女が一人で山から降りてきた。猫外、今村に、村女し、うん、遅いから大丈夫。はい、省略、はい、省略省略。俺は今そんな時間はないのだよ縦読みしといたやん。一応全部読んだ一応全部読んだでしょ、これ。一応全部読んだでしょ、縦読みだけど。やだ、もうバカ。あー、もうなんなのよ、もうあんた、なんなのよ、あんた、もう本当に、なんなのかしら、本当。あ、びっくりした。所持アイテムをクイックアイテムに登録することで、アイテムを選択をせずに瞬時に使用できるようになりますわ。登録したアイテムを選択した状態で、クイックアイテムデフォルトでは X ボタンを長押しして登録しますのことよ。その後、短くクイックアイテムボタンを押すことで、いつでもそのアイテムは使えますわ。登録できないアイテムもありますですわ。すごいですわ、すごいですわ。こちらで合ってるのかしら。どうですか、どうですこと。ちょ、道違くね。くそ、ポケモンでいうおねセレクトボタンってこと。お嬢です、どうも。あ、なんか、え、あ、びっくりした。これパッと見、なんかあのパッと見さ、パッと見なんかあの着物姿のなんか人形かと思った一瞬。あれ見て、あれどう見てもこっから見たら着物姿の隠し人形かなと思うじゃん。全然違うのな。こっちか。一瞬なんか新しいアイテムかなと思った今あれあ、やべやべやべえかも。待て、ちゃべえ、待て、ちゃべえわ、やべ、ちゃべえ、マジちゃべえ、それはちゃばい、やべ、ちゃばすぎる、待て、それはちゃばすぎる。こけし、たけし、かけし、とけ、かけ、か、た、た、たけし、こけし、ちゃべえ、ちゃべえ、マジちゃべえ、それちゃべえ。マップ一応見てんだけど、こっちから行ける？こっち、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 
からいける？おい、鍵かかってっから、これマジで。鍵かかってっから。まあ大丈夫ですわ。私に任せるとよろしい。これどっち？こっち？マップが？こっちか？まああんな遅いやつに俺が負けるわけないんだけどな、俺の走りに。こけし全部集めるまで終わらねえとかでもする？こけし？わあ、バカバカ、どうしたのお前。どうしたのお前。あ、バカ、ちょっと。よし、行こう。このボタンの操作がマジで本当に鬼すぎる。このボタンマジ、皆さんね、これから iPad じゃなくて、パッドでやる方はマジでおすすめしないです、マジ、かげろうは。ガチでしんどい。ガチでしんどい。しかもこれターボ機能ついてるからね、このパッドね、さらにしんどい。ターボ機能ついてるパッドでは絶対皆さんやんない方がいいですよ、マジしんどいんで。ボタンずっと長押しすると常にガチャ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 開いちゃうんで。今パッドなんですよ、ターボ今切れないんだよ今。ちょ、これどこ、こっちじゃなくね、待って、これ何、もうどっちに行ってんのこれ。ターボ機能今もう完全にオンになってるんで今俺、めっちゃ大変ですよこれ。待ってこれね、マップ通り行ってんだけど、全くどっち行ったらいいのこれ。こっちから行ける？ターボ機能ついてんだよ俺のコントローラーに。そう、ちょっと今そのなんかね、縛りプレイでもやってんかみたいな感じまで行ってるからね今。自分の首絞めてんの、いや絞めたくて絞めてるわけじゃなんでもないんだけどね。なんでじゃあこのパッドにしたのかっていうと、このパッドしか持ってないんだよね。あ、ここら辺かな。でもこのゲーム絶対マップなかったら絶対俺積んでたくね？今はもうパッドが本当に。パッド。あ、ここから行けそう。ここから行けそうじゃない？あれ？行けない？鍵ないかな？鍵ないかな？鍵ないっすか？マップ見てるよ今。見ながら今来てるよ。見てほら。どう見たってマップ通りに行ってるじゃん、ほら、見て。俺がただ迷ってるだけに見えると思う。どう見たってマップ見てきてるでしょ？でしょ？俺がこんなね、マップ見てなお迷ってたらね、そんな相当な方向音痴マンですよ。やっと着くわ。やっと着きますよ、皆さん。迷わずに今、これで、これをこう。よし。マップほんま便利。いやマジでマップ見るのはほんと大事。うん、これさ、この矢印、あっ！そうだ、これ落ちるんだ、忘れてた。25分かかっとるんか。忘れてた。そうだ、そこ開くんだよね。相当な方向痴マンなんですよ僕。マップで右ですって言ってるのに左曲がる男だぞ。うん、急寝してる。あ、すいません、ちょっと抑えめにしときます。マップなかったらさらに多分あと30分ぐらい上乗せ、いや40分ぐらい。よし、行こう。次どこ、これ次どこのステージだっけ、これ次どこのステージだ、これ40分じゃ済まない、多分下手すと多分今まだ曲がらま1個しか取れてないよ。トイレ詰まってるってこの音、何これ。あ、声でびっくりした、ちょっと控えめで言いますね。あんまり控え、うん、叫ぶときは支えてください。はーい、ささやきまーす。何勝手に進んでんだ俺。いや俺別に違う、読み込み中になってるから俺別に進んでないって。
俺の腹の音じゃねえわ。俺がこんな滝みたいな腹の音してないでしょ。てか読み込むの遅くね。これもしかして無限ロード入った。あれ、何か様子がおかしいですよ皆さん皆さん何か様子がおかしいぞこのゲーム。どうした、あれ、これもしかして無限あ、ちょっとこれゲーム画面迷子の、いや、なんか無限ロード入ってる。お姉さんはこっち、いや俺無限ロード入ってる。裏でなんか進んでるんだけど、読み込み中から全く動かないんだけど、読み込み画面のままなんか動いてる。おい、どうしたんですか、どうしたんですか。ちょっとこれもう一回最初からやらなきゃダメか。これもう一回こっからなんか暗視プレイになってる今俺、目隠しプレイしてる今俺。こんな鬼畜な縛り方じゃ俺さすがに無理だぞこれ。激アツでしょ。でも俺には無理だ、ちょっとレベルが高すぎる。だからもう一回やるドン。バカ、そこじゃねえって。スペースオリジナルゲームズ。バイザーの不具合というかゲームの不具合でしょ完全に。え、ちょっと待って、これなんかいけるかな。まあ俺はバイザーがあるから別にいいんだけどね。ちょ、これあれつけようぜ、あのあれ取ったから、あれしてあれしようぜ。どれだっけ、これ、あ、違う、これクイックタイム、あ、違う、あれないんだっけこれ。あ、これクリアしなきゃダメか。初見です。ステージをクリアした後に次のステージへ選ぶと起きやすいバグですね。回避方法は一旦タイトルに戻るといいらしいです。あ、なるほどそういうことらしいです皆さん。じゃあ一回タイトルに戻って、ちょっと待って、これかな。OK、バカ、なんで、ちょっと待って、今ちょい今難易度何だった、今ね、今難易度何だったこれ挑戦者押した今今挑戦者押し、え、ちょ、え、今挑戦者押しちゃった俺なあ俺ね、ちょっともうちょっと甘い汁すすわしてくれちょっときついって。いやもうマジで言ってんの、こう、陳太郎はこっち、挑戦者押しちゃった今。いやるしかねえか、まあやるしかねえか。うん、お、猫だ。まあボタンミスんないので頑張っていこうぜこれ。まあプロなんでね。黒崎和骨、よし、ここで男を見せよう。徘徊者もね遅かったんでね。あ、進んだ、みんな行けたよ。もう引き返せない、あの甘さにはよし行こう、なんとでもなるはずだ、どうにでもなるはずだ。ホイップはこっち、鶏ガラもはこっち、こんにちは。じゃあとりあえずやるわ、やります。いつものかげろうだ、いや、いつものかげ、さっきまでずっとかげろうやってんだけどね。よし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 、初心者っていうものはなかった。あれ、これどっちだっけ、え、待って、俺今どこに、あ、これあれだ、向こうからあの徘徊者だったっけ、お面かぶってるやつが、なんかシャンカシャンカやってる、スクフェスやりながらやってくるやつが、確か途中で、なんか回ってくるやつだよね。あれ、これ戻ってる、もしかして。戻ってね、あれ、何で戻ってんのこれ。こっちか。こっちじゃね、ほら。これだよね。てか、マップなくなってるって、もうマップなくなったって、もう俺やだ、もうマップがないと生きていけない、どうしよう、マップがないとダメだよ、俺もう不安になってしまう、もう手が震えてる。
マップあってもなくても、まあ、ぶっちゃけた話、さっきのマガラマ撮ってる時ってマップ正直見てなかった。帰り道だけマップ頼ってたっていうだけだ。マップあってもまあぶっちゃけ迷ってたんだけどね、まあ、結局変わんないんで。マップあってもなくても変わんないっていう。そう、さっきマップあってもほぼ見てなかった。マップあってももうほぼ見てない癖ついちゃってるから、だから全然いける。よし、行こう。こっちやな。よし。このゲームこんな暗いの？もうちょっとさ、明るくできんじゃないの？ちょ、待ってみんな。明るさでもフルマックスやで、これ。どうなっとるんや。ねえ、これフルマックスなんだけど、明るさ。俺の方で明るくしていい？帰り道って覚えておけばいいんだ。どうでもいい。まあ、しょうがねえか。諦めるか。みんな諦めよう。諦めましょう。諦めましょう。あ！まあ、懐中電灯とか取っちゃえばね。一番いいんだけどね。それにしても暗すぎる。それにしたっても暗いぞ。ここのところだけちょっと明るくしようぜ、みんな。ちょっと暗すぎる。俺のバイザーの力を見せてやろう。よく見ておくがいい。これが俺の力だ。俺を舐めるんじゃねえ。俺の視界ではな、捕らえられねえ奴はいねえ。見ろ、これだけ明るいとすげえだろ。ライターなんかいらねえんだぜ。毛穴までよーく見えるやろ。ライターなんていうものはいらねえんだよ俺にはよ。さあ行こうぜ。そして俺の画面では全く見えてないっていうね。あの OBS 通してるからみんなの方ではむちゃくちゃ見えるけど、俺の画面上変わってないから、俺の画面ではほぼ暗くてほぼ見えてないんだけどね。だから正直俺としては変わってない。でもみんなでは見えてるかもしれないけど。よかったじゃんみんな。俺は全然見えてないけど。スイッチと思えないぐらいの超高画質。そう、俺だって俺の画面全く変わってねえもん。俺にはね、バイザーの力はみんなには使えるけど、どうやら俺の画面では全く暗すぎて見えてない。そうなんだよ。見る？どうなってるか。めっちゃ面白いよ、俺の画面。見てほら。俺の画面上こうなってるからね。暗すぎてほぼ見えてねえ。スイッチ版やってます？ネタバレしないか。ダメよ、ネタバレしちゃ。ダメよ。真っ暗です。あんでまーす。壁、ほぼ俺には壁しか見えてない。あ、なんかちょっと明るくなったんじゃないか？見て。ちょっと心なしか明るくなったんじゃないか？でも俺の画面上何も見えへん。スクフェスおばさん来たで。そう、これしかも挑戦者だからめっちゃ。はあ！なんで？なんで？ちょ、おかしいでしょうよ。なんでバレたの？ちょ、おかしいと思います。どうなってですか？どうなってんだ？ジクシュージクシュー。なんか置いてね。なんか置いてるよね。なんか今置いてたよね、今ね。挑戦者ですか？せやで。痛い！痛い！今なんか置いてたよね。なんか石みてえの置いてなかった、今。スーも作ってた。なんか死してなおまだスーも作ってた。あ、待って、これ絶対、絶対無限の。おー、よかったー。よかったなー。あなたがいてー。石めっちゃ置いてた今俺。また俺こっからやれっていうのか、この俺に。また俺このステージをやれというのか。まあ、好きやなぁこのゲームは。スーモ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 、ちょろいだろ。まあね、まあ俺クラスになってくるとね、このステージを5秒でクリアしてやるよ。嘘ついた。10分。挑戦者難しいで。
てかなんでバレたの？わかんねえ。俺もなんでバレたか教えてほしい。なんでバレたのあれ？なんでバレたのあれ？5秒経ちましたよ。俺の流れはまだね1秒しか経ってない。よし。カメ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 サワーズカメカメ。ここにいたら安全なんじゃないか？これ。ここにいたら安全なんじゃないか？俺が臭かったからバレた説あるって？やだ無理。おーい、やったー、通ったー、オッケーいける、よっしゃこのままドン、よっしゃ来たー、オッケー、このまま帰ろう。カオシュリ、君みんな大好き。よし、でここ閉めちゃえば問題ないんだよね。ほら見て、オッケー、見ろ、見たまえ、これが私の実力というものだ。あっ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 、見たまえ、人がゴミのようだ。どうしたというのかね、この私にまさか勝てるとでも思っているのか。さあ、私はこの下に行こうというのだよ。あっ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 、バルス、私はバルスという言葉を使ったことがないのだよ。ちょ、暗すぎ見えねえんだけど、マジで暗すぎて回して見えないんですけど、暗すぎて回して見えません。これ合ってんの本当に、ここに。てか、ムスカってバルス使ったことなくね？思ったんだけど。え、これもしかして叫んでくる女の人が襲ってくるステージじゃないの？これ違う？なんかそんな感じするんだけど、このゲーム。ほら、泣いてる女いるもん。泣きたいのは俺だよね、まさしくね。俺のコントローラーをマジで本当に変えたい。女だ。さてさてさて。女がいそう。悪霊退散、悪霊退散。ちょ待って、めちゃくちゃ見れそう今。俺すごいくしゃみ出そう今。今めちゃくちゃ見れそうで今危ない。OKOKOK。この辺まで来れば安全だべ。よし。めっちゃ今くしゃみ出そうだった今。あ、やばい。あ、大丈夫。これどこに移動させようかな、あいつらな。マイク入力だったらちょっとまずいね。レッツゴー、陰陽師。女に聞こないようにくしゃみすんの。ちょっと待って、どこら辺に移動させ、あっちら辺でいいかな。あっちら辺に移動させようぜ。ポーン！来た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 、九州北方ラーメンバリカタ！さあ、行け行け！いけいけ、おっそ、イエーイ、これで完璧原人ですよ。ほら見たかね、見たかね、ふい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 ふ、これ下のやつが確かなくなったんだよね、うん、相変わらず俺の画面真っ暗なんだけどね、これね、ほんと見えへんわ。煽る余裕を見せてビートを刻んでいく。よし行こう。あら、あ、あ、あら、あ、あ、テキマオアライブ、ピョ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 、ワニーウェッツキューワニー。主人公視点のビデオカメラだったりするの。あれ、ここって何があったっけ、こっちか、これ、お、鍵だ。相変わらず取るボタンがマジでわかんねえんだよな。爆竹マジで投げそうになっちゃう。こっちかな。超エキサイティング、あれ、ここどこ、ね、これほんと見えないんだよな。これ鍵だけ回収してこれ戻るだけか。戻るか、戻りましょう。あ、みんなおやつでも食いながら、あ、お出かけ行ってらっしゃい。お出かけ行ってらっしゃい。
ちょっと今から作業しながら見るから面白いこと言って笑わせないでね。俺別に、ま、別に面白いこと言ってないよね、みんなね。見えないんですよ、今俺、うん、見えない壁と戦ってるから。見えない力で初見です。どこ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 走り回る俳句。なんかさっきからね、徘徊者がね、なんか2人ぐらいなんかいたよね。気のせいかな。心の目で見て。待って、俺今どこに何しようとしたの。これ後ろじゃね。あれ、あ、これ下だったっけ。これか、これか、これだ。徘徊者今日2人ぐらいいたよね、今ね。いたよね、今。着いた。ここかな。さあ、見せてごらん。ビーズの見えない力、地獄先生ですか。この世には決して目では見えないもの、闇の住人たちがいる。そんな奴らから君たちを守るため、地獄の底からやってきた正義の使者なのかもしれない。ヌーベいいか、今日からこの担任だった上野メンスケだ。いいか、律子先生には手を出すな。ナム第一大秘99難高大霊感白鋭火星4から放たそばか。ヌーベわかんない。ヌーボーじゃねえんだわ、それ茶色のあのお菓子や。なんかね、地獄先生ヌーベってなんかそのテレビバージョンとコミックスバージョンでなんか違うんだよね、こう呪文のこのなんだ、鬼の手を出す呪文のなんか言い方。確かなんだっけな、テレビ坊ちゃんって言っちゃった今。テレビバージョンだとなんつったんだっけ、コミックスバージョンがナム第一大秘99難高大霊感白鋭火星4からハーターそばかなんだよ。で、ちょっと待って、これ危ねえかな。僕やウリタオさんマジでいい声してるわ。テレビ坊ちゃんじゃないですか、テレビばあちゃんでもないし、テレビバージョンですね。で、なにこれ、あのね、あとテレビバージョンってかアニメバージョンか、宇宙がなんたらから始まるアニメ、宇宙公式高麗高麗諸行みたいな感じだった気がする。まあ要はコンピューターおばあちゃんって俺だよ、うん。で、ところで俺これあいつどこ行った、マジでちょ、まずいってこれ、みんな非常にまずいって。これまっすぐ突きっていいかな。あ、いける、大丈夫、いける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 、もし危ない、よかったわ、怖え、怖かった、怖かった、怖かった、危ない危ない、怖い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 。こんな緊張感出してんの多分この挑戦者だけやで。あとはあいつがそこに行くのを待ちますか。グミはこっち、よし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 、いいぞいいぞ、これ見ろ、あそこにいるぞあいつ。ざまあ味噌漬け納豆ご飯、初心者だったらね、あいつのケツの後ろに、ケツの後ろにいるんだけどね。ざまあ見さらせ納豆ご飯だわ。あ、あいつ戻ってくんぞ、いいぞ。どっから来る、どっから来る、どっち行く、どっち行く、どっち行く、どっちから来んだ、どっちから来んだ、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 お、お、お、そっちから行くんですね、わかります。じゃあ俺こっちから行きまーす。ドラマはね、あのジャニーズのやつ。あ、やめろ、あ、めっちょーい、あーれーだーれー、あの、あ、すいません、あの
ちょっとちょ走れないんですけど。この本当このゲームの主人公マジ鍛え上げてやろうかな俺が1から50メートル走ぐらいは走れるようにしとこうぜマジで。速攻来たじゃんあいつ。おいまたここからですかい。初心者にしましょう。俺の決違うんですよ皆さん、違うんだってみんな、違うんだよ、違うんですよ皆さん。そうこれね、このスタミナが悪いんだって。スタミナがモンスターエナジー飲んでもダメだって。これスタミナがなさすぎちゃって、扉開けるのにもボタンミスったんですよこれ。扉のボタンは X ボタンなんで。ポープはこっち。落ちます、ありがとう。らしいよ。よっしゃ行こうぜ。これオッケーらしいよ。さあ行こうか。よし今度あいつの後ろをついてね、先に過ぎましょう。よっしゃこれはラッキーだ、行こうぜ。全力を追いかけてスタイル、俺のスタイル、俺のファイル、ファイル、ファイル。オッケー、ここまではオッケーです。皆さんこっからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。引き続きかげろうをお楽しみください。どこにいないか、挑戦者の方が分かりやすいのか、なんかどうなんだろうね。初心者の方が一番分かりやすいと思う。ほらほら見てみて、こっち勝ち確じゃないこれ、勝ち確確確ですよこれ。行こう、一旦 CM 終わりまーす。よし来た、 OK 上げろ、 OK 来た、やったいけた、ドンギ、よっしゃいけた、やったいけた、いけたいけた。シラスがたくさんあるぞこれは。相変わらずこのステージは、あなんで、あなんで、ああなんで、なんで、あああ、なんでなんでなんで、あああなんで、あああなんでなんで、ああなんでなんで、あうわ 12% しか体力ないんだけど、なんでなんで、あああ、どっちこれ、どっち、これわかんない、全然見えない。あ、こっちか、これ強制だったんだっけ、これ強制なんだよねこの人。忘れてるよね、もうすごい忘れてるこれ。リズミカルにちょっとやられて、あ、これ飲もうぜ、これ日本酒 32% です。現在 32% まで体力が減少しました。直ちに至急メンテナンスをしてください。メンテナンス、おはっしゃーす。ただいま体力が 32% まで減少しています。直ちにメンテナンスを必要としています。メンテナンスを必要としています。ただいま体力 32% まで減少しています。だけやーなおだけーだけやここのさ、ゲームの滝の音、クソ音でけないからぜ。毎回思うんだけど、ほんとここの体力マジ、ここの体力じゃねえや。ここの滝の音マジうるせえよな。ただいま体力さ。水が満たされてねえ。俺の心も満たしてくれよ。どうすんのこれ、どこ
多分俺ほぼほぼ滝の音で消されると思うんです。まあ許してくれ。どこ行けばいいの、こっち。滝の音をなんとかしなきゃいけない。画面が見えねえんだわな。こっち、あ、こっちか、こっちだったわ。滝の音にかき消される俺のボイス、このステージ自体が本当に暗すぎてマジで見えないんですわ。そこどうにかしておくんなまし。ちょ待って、足しびれてる、マジでめっちゃ足しびれてる。いて、いて、よし、こうボイス。あ、これじゃね、ほら、これレバーを引く。実際にはね、俺の画面では暗すぎて見えてないんですよ。前もそこやった時下ってたでしょ。そうなんだよ。ここなんだっけ、どうするんだっけ、これって。あれってレバー下ろすんだっけ。なんかやんないとダメなんだよね、確かね。俺覚えてないんだわ、ここな。なんか覚えてないんだよな。これ一回ちょっと一旦ストップ。なんかここなんかレバー上げなきゃいけなかったんじゃなかったっけ。上げたり下げたりしなきゃいけない。ちょ、間違えた、ちょ、間違えた。ごめん、今のマジでミスった。ギター言うな。ちょ、マジミスった、ボタンミスってる。ボタンマジでミスった。今のは気にしないでください。あの、なんでだよ、なんでなんだよ。ボタンミスってるよ。今の俺の機械的なくしゃみのせいでちょっとボタンミスってしまった。くしゃみするから、いや、オチが完璧じゃなくて、マジ本当に間違えた今。アクアはこつ、いや、ね、いや、起こしてるわけじゃないんだよ、別に寝てる人は。いや、鉄板がガコンみたいな。違う。VTuber っぽいくしゃみを見せてやったんでしょ、今。ね、まあ、エコーとボタンミスって違うボタンを押したっぽいんで。よし、レバーを引いて。確認ですが、何ボタンで爆竹ですか？Y ボタンです。高い人から押して金属落ちる。そんな金属音みたいな俺くしゃみしてた、今。ちょっと Y ボタンを押すわ。ちょっと Y ボタンを押さして。Y ボタン押して。ちょっと待って、Y ボタン押さして。金属板スタンド。バインって。すいません、なんかうちの機械的なくしゃみのせいでちょっとご迷惑をおかけしたみたいで。はい、これで勘弁してくださいませんか。完全に金属みたいな。すいません、携帯、ああ、すいません、ちょっと、これで許してもらえませんか。なんとかこれで。すごかった、本当ごめんなさいね、ちょっとね。これで勘弁してください。これでなんとか勘弁してくれませんか。機械、やっぱこれ機械なんですよ。そうなんですよ、僕機械なんで、やっぱ機械的なくしゃみになっちゃうんだろうね。早く行ってください、向こうに。そうそう、お前はそこに行くんだよ。金属音するキックシャミ出したから。で、これどうすんのこの後。ほんでどうしたのこれ。あ、これあれか、こっちでガッシャンガッシャンするんだっけ。あれでもこれ、あー、そういうことですかる。向こう行くにはまだ足りなかったらしい、距離が。そうか、レバーを上げねばならんのだ。レバーを上げねば、レバーを上げねばならんのだよ。レバーを上げねよ。レバー、あいつがこっち来ないとダメなんだよ。こっち来ないと、あいつこっち来ねえかな。こっち行こう。バタコさん、本当にうっとうすんな、本当うっとうすんな、本当にな。
レバー上げたらこっち来れるんだ。レバーをあいつがこっち来るじゃん。あいつがあっち行った瞬間、あいつのケツを追っかけに行くんだ。いくよ。3、2、1、GO。テケテテケテテレレレレ。なんだか。レバー上げたらとりあえずこのレバーをこう上げていけば。これボタンだけどなんかボタンだけどなんかちょっとやばいって声後ろから来るって俺今喋ってたんだけどめちゃくちゃあーりーこのこリノリノワコツそう、今見つかっちまったじゃねえけど、体力なさすぎちゃって、もうちょっと余裕がないとダメだな。やられちまった。やられちまーなかなかきちいな。ほんまやね。またですか。これレバー上げちゃおうぜ、先にじゃあ。その方が早くね？思ったんだけど。ね。これ先にレバー上げちゃった方が早くね？俺、それ思ったわ。先に下のレバー上げて爆竹投げとか早いんじゃね？ね、なんかそんな感じしない？なんかそんな感じしない？先に下のレバー上げてから向こう行った方がいいんじゃね？さっき俺二度ちょっと絶対順番間違えたよね。あ、そっか、爆竹ポイして、それええな、それしよう。まず爆竹をこうして、あいつがあっち行った瞬間に、ここに爆竹投げ込んで、こっち行こうぜ。ほら、見てこれ、こ神業すぎん？ほら。見てこれ、神業すぎん？めっちゃ神業すぎん、これ。そこからこっち行ったらよかったんだけど。ここから、ここに行って。このレバーで。できるいいね、いい感じだね。いや、喋ってるんだけどね、一応あの滝があまりにもうるさすぎちゃってね、これね。どうしよう、これ。滝がうるせんだわな。オッケー、上げた、レバー。レバー上げました。レバー上げました。これちょっと、これ、みんな気をつけてほしいんだけど、この先行っちゃうとね、ダメなんですよ。これ体力を満タンにして、これ待機、一旦。一旦ここで待機です。いいですか？3、2、1、レッツゴー。電波ガラガランパラレイル、プー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 、よし、完璧な、完全にこれで戻れるかな、無理ですよ、マジで完璧できる、余裕だ、余裕すぎるな、なんて、あ、やべ、ちょっと待って、体力なかった。体力なかった。完全に完璧すぎるって言ったんです。オラビロン、どうだ、すごいだろう、すごいだろう。やりました、皆さん。ついに、ついにやりました。あ、ついにやりおった。完全に完璧に聞こえなかった。滝のせいですね、これ、完全に。滝が悪いです、滝、滝のせいです。でもこっからちょっとまだ地獄が残ってんで、みんな、これ、この先、この先って結構めんどくさいやつじゃなかったっけ。結構まあめんどくさいステージだね、この先ね。よいしょ、これ戻るんだっけ。これ戻るんだっけ。これ何が降りてんの、これ。戻るんだっけ、これ。レイクはすぐクリアできるでしょ。まあ、俺クラスになってくると、まあ、戻る、うん、まあ、いけるんだけど。いけるんだけど、これ、戻るんだっけ、これ戻るんだっけ。ふ
待って、これも戻っていいんだっけ。確か戻るんだよね。戻りたーい。フルムーンワコツ、こんにちは。こんにちは。さてと、なかなか大変だな。任しとけって。こんなステージさっさとクリアして耳掃除してやろうぜ、あいつの。あ、ちょっとまずいかも。カゲロウやってるんですよ。そう、カゲロウ。カゲロウ。我が名は風琴カゲロウ。耳掃除してやろうぜ。あいつの耳掃除してやる。あ、これいけるんじゃないか。どう。小池さん、これあれ。ちょっとサイクロンジョーカー。そうじゃなくて、みんなちょっとこれどうしたらいいんだったっけ。なんか俺戻れなくなったけど、あそこ。これ合ってるんだっけ、本当にこっちで。これ本当に合ってるんだっけ。これもしかして戻っ、もう一回あれじゃない。これもう一回あれじゃないか。これもう一回もしかしたら、あいつ上げなきゃいけないんじゃない。ファイナル仮面ライダー、ジョーカー、サイクロン、クーガー、アニト、リュウキ、キバ。よし、じゃあこのまま行きましょう。もう一回上げて戻ればいいんじゃないかなって。行かなきゃダメなんじゃないか。レバーをまた戻さなきゃダメなやつかもしれない。マキシマムドライブで、多分これでオッケーだと思うんだよー。はい、来た。これでいいんじゃないかね。あとは体力をちょっと回復して、で、このまま戻ると。いけた。滝の音に負ける男。うん、わざと声ちっちゃくしてますね。あ、これでいけるんじゃないか。ほら見て、完璧だ。これほどなく、こんな完璧なことはないですよ。ほら、どうね、すごいでしょ。小池さん、小池さん、ところで道はここで合ってるんですかね。どうなんですかね。道は合ってるんですか。道はここで合ってるの。どこなの、ここは。なぜなの、俺はここになぜいるの。まずそこなんだよね。これ合ってる、こっち。ここかな。もしかしてここか。ここなんか。画面明るくしてくれてるんですよ。そうなんですよ。でも俺の画面では見えてないんですよね。暗すぎちゃって。石焼き芋、お芋、ほかほかで、とてもとても美味しいお芋です。皆さん、お芋はいかが？石焼き芋、迷子。ご本人は暗くて見えてません。そしてもう一回最初から戻ってしまうという、この奇跡の世代、黒子哲也。暑いか、アイスがいい。石焼き芋、お芋。
マリモ、マリモください。マリモも欲しいんですが、280円です。かげろうしながら石焼き芋を売る VTuber 初めて見ました。せやろ。毎度ちり紙交換所です。ところで俺はどこに行けばいいんですか、教えてください。ここはどこですか、そしてどこら辺に行けばいいんですか。これ俺なんか前もこれ迷ってなかった、これこっち、俺も前も同じことで迷ってたけど、声量あの俺が喋ったのに滝の音でちょっとかき消すくんのやめてほしい。道がわからん、あ、こっちかな、こっちでも行ったよな。マリアはこっち、俺こっから来たんだっけ、あれどこどこ、あとあそこどこねえ、俺これどこ行くんだ、これマップないとわかんないんじゃね。そこじゃなくてどこ、どこだったっけ、これ中に入るんだっけ、あれこれどっち行くんだっけこれ覚えてる人いる、これどこ行くんだっけ、これあそこを上げて上に行くんだっけ。でも上行ったらもうあかんよな、だってレバーしかないもんね。覚えてる人います？覚えてない。まあ俺もなんだけどね。まあ俺も覚えてないんだけどね。階段下の開かない扉って怪しくね。あれあそこでいいんだっけ？でもあれ鍵ないと無理くね？今から俺は自分の勘を信じる。戻って。戻ります。わからんて。せやな。わかんねえな。俺もわからんのだよ。覚えてません。悟ります。この辺でもプンプン匂う、ね、めっちゃくせえもん、めっちゃこの辺めちゃくちゃ匂う、これこの辺どこやこれ、あ、下に行くのか、違うとか違う、違う、何が違うんですか、二つの橋のところで、この辺だ、ハルヒ薪を組めなきゃ死んじゃうよ。どこに行けばいいの、ここに行けばいいの、どこに、あれじゃね、隠し扉とかないの、そんな都合よく隠し扉なんてあるわけが、そんな都合よく隠し扉なんてあるわけが、さっき女の人が浮いてたところ、女の人はどこ浮いてた、そこじゃない、そこじゃない、ベイビー、え、ないよね、気合い、どこだよ、どこだどこだどこだ、女の人が浮いてた場所、何浮いてた、俺覚えてないんですよ、覚えてないんですよ。これか？見つけた。ここだ。暗すぎてわからなかった。あまりにも暗すぎて本当にわからなかったよ。もうあんなところに扉があるなんて、俺の画面上暗すぎて全くわからんかった。なんていうことだろうか。あれはもう完全に石の壁かと思ってたもん今危なかった、逃走中、お、ようやくこれ明かりが、やった明かりが、ようやく明かりが見えたんご、やったね、逃走中、一体のハンターから追いかけ回されることおよそ25分が経つ、クリアできることができる、クリアすることができれば賞金が獲得できる、しかし負ければ賞金はゼロ。さっきバタコさんとこ行く前に撮ってたの、全く気がつかなかったわ。画面から生えている、なん、あ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 、ちょ、あ、この明るさで俺の画面は全く真っ暗で全く見えてないんだ今。
マジで暗いから今俺の画面連れてかれちゃった。連れてかれました。あ、これもう明るさ戻していい？これこれ明るさ戻していいよねこれね。はい、戻した。はい、暗くなった。はい、見えなくなった。こう懐中電灯上がればね、ほらシラスもこんなにくっきり見えるぜ。いやーこれだるいって、ここすごいだるいイメージあったわ。寝落ちで全部起きるかな。起きないでしょさすがに。そんな、共鳴か、共鳴、共鳴かもしれない、うん、来ましたよ。出た出た、ここのステージスタミナがちょっときついやつだこれね。カメラこれ、このステージ本当大変なところだよねこれね。すごい叫んでる叫んでる。やべやべ、これ昼寝してる人みんな起きるやつだこれ。静かにしてもらえませんか。図書室では静かにしてください。なんか行き止まりだったんですけど、これ場所間違えましたかね。あれどこいやなんかあれ、いやなんか行き止まりだったんですよ。そこしゃがん、あれ、いやなんかあれ行き止まりだった。あれなんで、あら右ですかね。いやすいません、僕がミスってました。もう大丈夫です。皆さん安心してください。あいつには負けません。負けるわけないでしょ、こんなやつに俺が。こんなやつに俺が負けるわけないでしょ。まあ、あいつと遊んでる場合ではない。俺は早くここをこいつからここを早く出たいんだけど。おー、やったぞ。ほら、どうよ、みんな。これ聞いたんじゃないか？聞いたんじゃないか、これ。やったね。僕はもう共鳴することはやめました。僕はフォーっつって、だって共鳴するとやられちゃうんで、やられてしまうんで、僕はここで負けたくないんで、ここで、おおお、これここここここ、レイザーラム HG。やかましんじゃ、やかましんじゃ。よし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 、いいぞ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 。体力が 80% ある。いける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 、全然いける全然いける。これもう全然いける。みんなみんなやばくねこれ。全然いける全然いける、これ全然いける、これもう全然いける、もう全然いける、もう俺、これ俺は勝てる戦いしかしねえんだよ。みんな毎数、毎回毎回ボタンをミスっちゃう。
そして振り向くのが遅すぎるこのゲーム。ちょっと感度早くしね、もうちょっと。何ボタン押したの？え？ A ボタンです。もうちょっと感度早くしよう、みんな。あまりにも遅すぎて振り向くのがいつ、ボタンはなんとかするにしようって振り向くのがね、あまりにも遅すぎちゃって。もうちょっと早くしましょう。ね。もうちょっと早く。感度をもう少し。あ、バカ。もうちょっと感度早く。もうこのぐらいあったらいけるやろ。さすがに。ね。ほら。これだったらいけるでしょ。完璧だよ。この任天堂スイッチのこの最強と言われるこのコントローラーパッドでどれだけいけるかっていうのを俺が見せてやるよ。うるさ。あーじゃないの。見ろ、感度が速くなったせいか心なしかスピードも速くなった気がする。ほーら、完璧だーい。完璧だ、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 よし、完璧する。見ろ、なんなら爆竹燃えてきてやったぜ。やつは爆竹に気を取られすぎて 0.2 秒ぐらい遅れてるはずだ。完璧だ。いいもん。よし。あ、もう来るかな、あいつ。もう来るかな。やべ、あと3枚しかない。あ、3枚あるのか。あんまり。大丈夫。この細い通路だったらいける。はい、残念でしたー。あれ聞いてる？そんなバカなことがあるのか！なぜだ！なぜなんだ！あいつは復活が早い！なぜスパソシボル！え、なんかは、やっぱ、え、なんで？遠いとダメなのか？遠いとダメなのか？そういうことか。遠いとダメらしい。もう少し引きつけなきゃダメなの。引き寄せてからフラッシュしないとスタンしないの。すいませんでした。はい、すいませんでした。もうちょっと引き寄せ、すいませんでした。もう少し引き寄せます、いけると思ったんです。いけると思ったんです。もう少し引き寄せますぜ。父寄せますぜ。はい。どうですか。もうこれなら文句はないでしょう。素晴らしい。実に素晴らしいと思わんかね。はっはっは。父寄せますぜ。そう、ハイチーズも入れて死んぜよ、あいつに。任せろ。寄せて開けるズラ。おーら、どうだ、完璧だーい。完璧だーい。おーら、よし、完璧だ。おい。姿勢も反らさなきゃダメ。感度がちょっと遅すぎるんだわな、これな。感度はね。でも大丈夫、50% 体力あるからいける。50% 体力あるってことはどういうことか分かる。半分以上力があるってことなんですよ。この半分の力を出し尽くすにはまだ早い。ほら、どう？ 39% しかない。ちょっと危ういですね、これ。非常に危ういですよ。これは非常に危ういですね、これ。今、非常にまずいことになってます、今。よし。これ、非常にまずい状況になってます、今。もう、感度 100% にする自信ある。はい、ダメー。体力はあと 33% あります。 33% 減少しております。大丈夫です、皆さん安心してください。 33% 減少してますけど、あともう一発撃てることができますんで、
問題なく進むことができます。問題ありませんじゃないですよ。これどこ？どっちこれ？こっち？こっち？待ってるこれ。飛び降りるんだ！行け！ほら来た！危ねえ！8% しか体力ねえじゃんこれ。危な！ギリギリを攻めておこう。ギリギリを攻めたわ。相変わらず竹がうるせえ。 8% しかなかった。危な。どう思いました？これが皆さん戦いですよ。皆さんギリギリを攻めていこうと、うん、ギリギリを生きていきたいんだよ僕は。よういけた。せやろ、もっと褒めて使わしなさい。ギリギリで生きていきたいから。影の中で一番大きい音なんじゃね。確かに、うん、なかなか音をでけえな。影の中でトップクラスででけえ。ところでですよ皆さん、これどちらに行けばよろしいんですか。これこっちですかね。まあ共鳴しなくても金属のたわむくしゃみもなかなか大きかったで。それはそう、うん、よっしゃ。このままこのかこのあらパッパッ、痛いバカ何を言ってんの俺。ちょボタンミスんだね。痛いこれで多分大丈夫なはずです。ギリギリまで見ないといけないから下手すればこの落下です。あ、そうなの。じゃあ俺何、奇跡的にじゃあ俺行けたってこと。要はこれ、え今一瞬ピタッと止まって、なんか俺バグったんかと思った今。よしいけるよ。いける。俺ならいける。そう、あれ扉が閉まってますけど。扉閉まっとるがな、お前体力やばいがな。なんでだよーん。なんでだよーん。どうしてなんのかな？どうしてなのかな？質問があるんですよ。なぜだと思うんですか？僕はこれが知りたい。なぜですか？この、ちょっと押しつこいですよ、このご女性の方は。にゃんちゅうが一緒ねだな。ダンダダンダダーン！なんで？あそこに女の子がいるんだにゃん。コントローラーのせい。あ、それだ！俺今ようやく解決できたわ、みんな。コントローラーがマジできつすぎる。あと、方向感覚がおかしい。もうちょっと攻められる。根性が足りない。じゃあちょっと根性にスキル振り分けるか。あとは方向感覚と。任せろ。あとボタンをたまにミスるっていう、このあれのやつの、そんなやつ。そういうことにしておこう。そういうことなんです。スピード S ちょっと欲しいね。賢さはもう耐えてるから。ほら見て、賢さもうマックスだから今俺。おっしゃ、オッケー。今度は大丈夫です。皆さん、僕は死ぬことはありません。任せてください。ではそれでは始めていきましょう。それでは用意スタート。やったわ。やったわ。もう、やったわ、これ。さっきと同じことやってるわ、俺。うん。
なんかね、ちょっと違う、なんかね、引き寄せられてるんだろうね、多分。この周りがほら、岩があるじゃないですか。岩が。で、その岩、手ある和骨。岩があると、どうしても引き寄せられちゃうんだよ。あるじゃないですか、と地盤がね、こう鉄がやっぱりこう、結構周りの鉄分がやっぱりこうあると、やっぱ加速し始めるみたいな。で、その岩に引き寄せられて、その磁力というか、その、なんだろう、その地盤がね、こうやっぱりこう、磁力というものがあって引き寄せられて、でそこで初めて生じるんですよね。その、なんか岩の力と陰の力と量の力がこう合わさっていくみたいな感じの、あれがそんなやつがね。で、それがおそらくその岩に目がけてそういうことが起きてしまったから、まあそういう現象が起きてしまったんじゃないかって僕、専門家の方が言ってるんですよ。はい。まあ僕自身は、正直そういうのどうなのかなと思うんですけど、まあ、正直な話ですよ。まあ、やっぱこう、重力によって、まあ、磁力によってこう、引き寄せられてしまう、その力によって、やっぱこう、ね、その、半端な力っていうのが、やっぱりこう、やっぱダメなんじゃないかな、と思うんですよね。そこで、やっぱりこう、思うことは、やっぱり一つは、やっぱりこう、思い切って、あまりそういう行動を取らない方が一番いいんじゃないかな、っていうことなんですよね。まあ、そもそもの問題なんですけども。まあ、今、そういうね、問題抱えてる、とは思うんですよ。まあ、少しでもね、やっぱ多くのね、そういう、やっぱりこう、困ってる方を助けていきたいなっていうのはありますんで、まあ、少しでも微力ながらでもそういう力があったらなと思う感じでございますけども。はい。さあ、行きましょう。さあ、ここからですよ、皆さん。ここからです。おやにゃお帰りなさい。レバーを下ろして。レバーを下ろしなさい！下ろしなさいよ！なぜレバーを下ろすことができないの、あんた。開けるボタンも、エレバー下ろすボタンも全部間違えて、あんたは何がしたいの。はい、これだけ距離があればいけるんです。見ろ、もうこれもう間違いないでしょ。もうこれで負けたら俺もうあれだよ、もう桜餅今から作りに行くわ。足元があんまり見えないんですよ。気がついてる。こっちかな。え？よし、どうよ。ここまで来れば完璧でしょ。あいつ落ちこれないでしょ、さすがに。あれ、上行ってる、あいつ。あいつ上行った。ウェイ。桜餅、俺の実家で作ってるんですよ。よかったら食べます？美味しいですよ。これ、価値格か？いける？いける。あ、いた。これ、行ったんじゃないか、これ。行ったな、これな。これ、行ったな。あ、これ、行ったわ。行ったな、これな。これ、行ったわ。行ったな、これな。行ったな、これな。完全に行ったわ、これ。完全に行ったわ。あ、行ったな、これ、行ったわ。行った。あ、なんで嘘でしょ、嘘だと一緒、嘘でしょ、なんでそんなことが、あ、なんでそんなことが起きてる、今。なぜ今、怖い、なぜ。柱が、邪魔をしてる。せっかち？いや、違うよ。今、柱が邪魔してた。違う。柱が守ったんだ、あいつを。見た？今の。それでは、もう一度先ほどの映像をご覧いただきたい。うわ、またこっからかよ。かげろう、懐かしいですね。ほんまにね。シンドリルドルフです、今、俺。撮るのが早い。そんなようなこと言ってもしゃあないやろ。なあ。そないなこと言ってもしゃあなしやろ。もうほんま、しゃあなしやで。もうこのまま行っちゃおうか。キーンって音が鳴ってる時あれなのか。やばい、ミミズどもに殺されちまう。よし、行こう。まあ任しときって、みんな慌てな。あ、やっちゃった。やべえ、ゾーンに入った今俺。あー、それはまずい。やべえ、ゾーンに入った今俺。やべえ、ゾーンに入ってしまった今。体力まだ回復してないのに。その面倒くさがりで体力はなくなりそう。確かに。
よし、このゾーンだけは、あ、危ない危ない、バカ何をしてんだ、あれカメラは、あのカメラは、カメラどこ行った、ね、カメラどこ落とした、あれちょ、あのカメラすいません、あのカメラないんですけど、あなんで一発しかないんですよね、カメラが、ね、あれちょっとあのカメラはね、俺のカメラどこ行った、ね、カメラないんだけど、俺のカメラなんかカメラなくなってんだけど、なんで、え、なんで撮ってない、え、撮り忘れか、撮り忘れていたのか、くそー、撮り忘れです、皆さんやばいって、これこんなに、こんなにもなかなかこの一路一個ランク上がるだけでこんなにも苦戦してるとは、俺この先多分クリアできないんじゃないか、いいのか、果たして俺これで、果たしていいのか、こんなに、これか、これを撮り忘れたのか、俺やっちまったな、だから道理で取り忘れてたんですよ、皆さん取り忘れです、取り忘れ、こっちって何かあったんだっけ、ここ行かなきゃいけないんだね、1個ぐらいいいべ、1個ぐらい、これ な1個ぐらいいいよな、1個ぐらいな、別にな、なよな、別に1個ぐらい別にいいってな、ほらな、取り忘れたんだよ、まあ1個ぐらい別にいいんだよ、そんな別に1個ぐらい別にいいべな、女もな、うん、なあ無視して虫の中行っちゃったのそれしゃねべな、うん、まあでもそんだけ言っちゃったけど、あの女の子、女子がやっぱ向こうから来るんだ、まあ、しゃねべな、これな、まあよ、あとりあえずこれカメラ6枚撮ったから、もうこれで完全にもうこれでいけんべ、これあの扉開けたっけ、あの向こうから行くんだ、これおぞましい先がもう近づいてくんだ、これとりあえずここら辺でこう調整して、これガンガン行った方が早いんだな、これほらこう行ってこう後ろ向いたと同時に、これ宇宙からパーシャリッツな、これな、まだいけんのこれ、まだいけんのこれ、まだいけっから、これまだいけっから、これまだいけっから、おーい、この辺がいいんじゃねえか、これなんや、おめえこの辺がいいんだっぺ、これおれエヴァ下げちまうの、これなあ、これな、ほんでこれこっから行って、こっかーっつって、こっかー行くんだっぺ、これこっかーっつって、でこれこう行って、これカメラがこれ回復すっから、これこっからこっかーっとっちまうの、これななんや、おめえ向こうからこっから、これこれこれ一番ダセのは、これ下の川に落ちちまうとこなかった、これ逃げて、おれ後ろ向きながら、これ後ろからカメラ撮れんのか、おれはい、よいしょー、おる来たんべ、これなやったっぺ、これ完全にこれやった、これやったわな、あこれはしんどい、一番ダセえ一番ダセえやり方、あの落ち方したわ、やばいって、もういや日付は変わんない、いけるいける、全然いける一番ダセえ やられ方したわ、今俺今しんどいわ、これはそれはダメだわ、そのやられ方ダメだわ足元滑らすなあかんわ、一回一回扉閉めとく、あれ効果あんの、ちなみに、ゲーム配信終了かなと思ってた、いやまだです、まだだ、まだ終わらんよ、気合い入れます、気合い入れます、気合い入れていきましょう、そう声近くなったら取るっていうこと、クリアまでまあ任せてくださいよ、任せて、任せてくださいよ、キューンと落ちてたの、なかなか綺麗な落ち方したでしょ、もうやっぱさすが俺だわ、持ってるわ、まあ任せてって言って、任せんしゃい、ほな行きますぜ、ほな行きますぜ、今度は行けます、はい来たー、はい来た、はい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 、どん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 、ブラ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 、まだおらんよ、まだだ、あーオッケー、あーオッケー、オッケー、オッケー、これ気をつけないと下に落っこっちゃうんでね、まっさかさまに、まっさかさまに落ちてデザイア、
まかせんじゃい。おる、読んでよ、おる。扉閉めてもね、ダメなんですよ。扉一個ずつ開けてくるんで。慎重に行きます、慎重に。身長 B ファイターカット。うるさいねん、ほんまあいつは。炎のように燃えてデザイン。ここら辺で確か俺落ちたんだよ。オッケー、今度は大丈夫。なんか頭引っかかってっけど、これ。ちょ、おまん頭引っかかってっから、これ。やったよ、っしゃ、オッケー。こんな、ほんとに悲鳴がうるさいですね。夜泣きおるわ。夜泣きおるわ。ちょっと静かにしてもらえないんかね。お前を静かにしてもらえませんか。よう、あんさんの姉さんの声頭に響きますよって。カメにとってどれだけ良さそうか確認するのもありだね。せやな、でもあいつ同じ格好しろで、ほんま。よっしゃ、ほな行きます。じゃあどこから来るんですか。そっから来るんですか。理由はびっくり。ほら、その聞かへんの。よし、びっくりやでい。余裕はぶし。バッチシップやでい。おこら次に進むり。嫌な気もよ。やばい、ここら使うんですか。バカ、どこ写真と撮るやー。おらー、ざまー見さらせい。ざまー見さらせい。やったぜい。今危なかった、危ねー。しゃーべー、今しゃばかった、今やべー、しゃべーしゃべー。あれ、これ場所間違えたんじゃん、これ。こっちか。ちょ、おま、あのちょ、おま、あのちょっと、あのおま。ちょ、あのおま、おま、ちょ、おま、あの。やったぜ。危なかった。危なかった。マジで危なかった今。止まれ。それ以上近づくな。お、いい声が聞こえてるじゃないか。あなたが助けてくれたのか。だが最初に言っておく。君となれ合うつもりはない。俺もだ、偶然だ。君に聞きたいことがあっただけだ。このライターに見覚えは。手が風船のように光ってる。豆はこっち。祖父の形見だ、返してくれ。なるほどな。ほら。ん？これはオカメくんです。顔がオカメなんで。彼女？この世界が出る方法を知るとしたら彼女だけだろう。こいつここで何してんの？知らん。ついてこい。やった、進める。このアイテム全部根こそぎ持ってこうぜ。ペコはこっち。こんな不思議なマガダマについて調べてみた。どうやらこの世界には何かしらのエネルギーのようなが満ちているようだ。その力を得てしばらく経つが、その力を広大なエネルギーと化し、そう、滝のようにうなだれる男の前にひれ伏して、そして俺に100円ずつ調停しなさい。スパチャを100円ずつ投げれば、さすれば道が開かれる。そうすれば
君たちの力が重くと解放し、それらを元気のもとにし、そして悪霊が解散できるというシステムのようになっている気がするのだよ。絶対に乗るの。あれ書いてなかったさっき。そう書いてあった気がするけど、おかしいな。そして俺の声がほぼ滝のように聞こえる。あ、これもしかしたらあの追いかけ回されるやつ？死にたくなかった。早く行け。保存中です。やったぜ。一回タイトルに戻って。65分やってんの。おい、やべえな、おい。さっきのステージどんだけ難しいんじゃ。よし、これでもう一回戻って。1時間あそこのステージで粘ってたってこと？あ、出た。申告。そうそう、16時です。知らんがな。俺は、俺の人道を突き進めるぜ。深淵、知ってます。知ってます。知ってて言ったんです。嘘です、知りませんでした。深淵です。カレンバナ。知らんがな。漢字の読めなささが深刻。深淵です。深淵って読むんですよ。ほら、深淵。いいですか？彼は、一体、何者だったのだろうか？そして、冷酷な化け物と呼ばれていた彼女とは一体、出口を知るとしたら、彼女だけだ。いい予感などしなかったが、私はその言葉だけ頼りに、暗黒の回路へと、橋を踏み出た。あ、そう。いや、全部のステージじゃなくても、ゴーホームそろそろ行こうか。あ、いいね。メイドインアビスってことよ、要は。まんさら。いや、なかなか演技したぞ、今のは。ちょっと、かなりいい気んだぜ。思わず身が出そうだったよ。炭治郎キャラクター。ねずこーつ。ほんで、この無駄にいいグラフィックは何？この無駄にいいグラフィックは何これ？ここのステージ終わったら、ゴーホーム行く？あれ？もう行けないでしょ？行けないですよ。この無駄にグラフィックがいいの何なのこれ？そう、俺の中二病心がくすぐるようなセリフだったわ。うちに帰ろう。やば、ちょっと待って、下が全く暗くて見えねえ。これあれかな、このステージ誰が出てくるんじゃなかったっけ、なんだっけあれ。あ、これ、あ、俺ライター持ってんじゃん。すげえ焦ったわ。これあいつが出てくるんじゃない、なんだっけあれ。ランランダラランランラランランダララクモさんね、白くてクモいやつね。あれ、そう、あれがあれして、あれして、あれしてくるやつな、あれがあれで。こしょこしょおじさんも来るよ。そう、ここ終わったらゴーホームやろうぜ。ここ終わったらゴーホームしよう。ゴーホームが一番時間かかりそうで怖いけどな。よしよしよし。あれだよ、あれ。あれだよ。あれっつったらあれしかないでしょうよ。ナウシカ。よし、行くぞ。よしよしよし。あ、今のうちね、みんなね、チャンネル登録を押してくれると嬉しいかもしれない。みんな登録してない人は、ほんと面白いからね、みんなね。いや、ほんとおすすめ。みんな俺の配信を見つけた人はマジでおすすめ。ほんとおすすめだから俺のことはね、みんなね。え、何、おすすめだよね、みんなね。ん、え、おすすめじゃないの、おすすめじゃないの、おすすめしてくれるんじゃないの。みんな俺のこと褒めちぎってみて、一回ちょっと。コメントを見てくださいよ。初見の方、皆さん、俺のコメント見て、これ、リスナーさんのコメント見てみ。俺がいかに最高に面白い配信者かって今コメント書いてくれてる。母、初見です。まあ、さっき、お前飛んでたやつじゃねえかよ。バイザーが素敵ですね。そこそこじゃねえだろ、もっと褒めるところ。
寝落ち枠としてはいいと思うよ。寝落ちしちゃダメです。2016年ぐらいから見始めてる人がここに。もっと他に褒めるとこあるでしょうよ。もっとアピールしてください。アピールしてください。安眠できる？違います。違うんです。寝るとこじゃないです。じじイケボ。あ、この雰囲気は、まさか現れたのか。これもしかして懐中電灯とライター一緒につけてる？ご飯落ちに忍び寄る。嘘だろ、ここに一体何があるのというのか。おならを口から出すこともできます。やめてください、やめさーい。叫びは日本一、日本一、あ、見ろ、あ、雲クモン、イクモン。キーがあった。キーがありました。キーがありました。これさ、懐中電灯邪魔じゃね？こっちの方がよくね？忍び足、抜き差し、差し足、忍び足。よし、いいぞ。これ以上持てない？ダメだよ。抜き足、差し足、忍び足。抜き差し？最近 CM やりませんな。ほんまですな。挑戦者でお願いします。嫌です。絶対無理です。虫がいました、今。上の。抜き差しするんですか？いや、別に抜き差しはしないけど、抜き足、差し足、忍び足って言うじゃん。あ、ここじゃね？これ鍵使えばよくね？これ。これ待って、これ追いかけてくるやつじゃないか、あいつが。ちょ、まずいって、これ。これ正面からやってくるやつじゃん、これ。ちょ、待って、違うやつか、違うやつ来たわ、これ。ここにいとこ。これ見て、ほら、見て、やばい。危ねえ、頭すぐ見たやつだった。危ねえ。ここはちょっとやめとこう。まだ入るのは。ここ入るとやられそうなんで。ちょっと一回隠れる場所探そう。あいつ絶対やってくから。間違いねえから見てて。行くよ。行くよってもやらないんだけど、まだね。あ、この辺に隠れようぜ、この辺に。あれ、ここ開けたことある？よし、じゃあもう一回行くわ。でもあいつ足遅いから、俺もしかしたらあいつより早く帰れるんじゃないの？一回やってみていい？罠部屋、そう。もしかしたらいけんじゃね？行くで。行くよ。ほら見ろ。見たまえ。すごいだろう。あれ？こっち来んじゃね？これ。ほら。ウェーイ。一体のハンターが放出された。なお、レインの所持金はゼロ。見てなかった。まあ何にしてもここはいただこうか。これは俺のものだ。このこけしも俺のものだ。はぁ、俺のものだ。俺のものだ。このこけしは俺のものだ。ねえ、豚子にね。スネオじゃねえわ。たけしは俺のもの。薄い本できちゃう、これ。たけし、こけし、こけし、たけし。逃げれ消えちゃう逃走中とか絶対視聴率上がらない。ゼロ。ここ何もない。ここに隠れるんじゃね、本来だったら。ね。本来ここに隠れるべきだったんじゃないか？どう思います？どう思います？めっちゃ持ってったーい。あ、なんかいいものがめっちゃある。いいものがある。ほい。いいものがある、いいものが。これなんだ、これは。なんだ。タンスじゃないんかい！
逃げ切れればいいんだよ、要は。そう、逃げ切れればね。徘徊者に捕まる所持金はゼロ、うん、ゼロ。ついに疲れたのか、幻覚まで見始めているよ、俺。なんか普通の引き出しがタンスに、ちょっとなんかいる、これ絶対隣からいいから、これ見て、絶対白いから、これ、おねこばこつ、絶対白いやついっから、そこにチョコばこつ、こんちゃ、絶対あそこにいるから、おこれ、あいつ爆竹効くんだっけ、邪魔なんだけど、あれ外周は徘徊者少ないと本当なの？いや、わかんない。実際どうだかわかんないんでね、俺も。少ないのか多いのかって言われたらどうなんだろうねっていう話なんだけどね。近くにいるって、これ。はい、大丈夫でした。ドクドク落としてるけど、本当にこの辺にいるのか？いなくなったよ。あ、チャンネルありがとう。嬉しいよ。嬉しいですよ。本当に嬉しいよ。あまりに俺のスーパープレイが良すぎたって人は、よかったら高評価のボタンも押してくれると、本当に嬉しいですね。嬉しいんですね。恥を知りなさい、亀山くん。ああ、終わった。チャンネル登録をやってるんだ。お、そうだな。せやろ。壊れちゃった。さっきからちょいちょい何かこう近くにいるんだな、これな。高評価は多分最後にします。多分って何ですか？多分って何ですか？ネクが壊しました。俺壊しないですよ。俺じゃないですよ。壊しちゃった。先生に言っちゃおう。高評価。ありがとう、アリス、ありがとう。鬼に追いかけられてる最中に生き埋めできたよ。いや、ワンチャンいけるかなと思ったんだけど、試したことないんだよ、それは。俺やわ、コツコンチャ。低評価ってありますよ。でも、思いのほか低評価って俺、自分でも見れることができるんだけど、そんなに押されたことないんだよ。なんか2個とか3個なんだよね。瓦礫できんの？瓦礫はめ、あ、そうなの、できんのこれ。いで、足行った。今マップあるんだよ、このゲームマップがあるんで。そうなんだよ。でもマップ見てないんで今俺。マップはね、もう帰るときにしかほぼ見てない。あ、お仏壇の8000円は挑戦者で OK。 あれ、いつまでマップ出てきた？でしょ？ほらね、やっぱみんなマップ見てないんだって。だって見ないんだもんだって、ほぼマップ。ね。マップあっても正直意味がないんですよ。このゲームにマップというものがあっても、俺は今日つくづくそう思いました。でも挑戦者は嫌です。嫌です。挑戦者は、いや、これ足音に、足音で反応するやつ？マップいつの間に出したん？せやろ？ほらね、やっぱりマップはね、あんまり意味がないんですよ。みんなの目線に入ってない。どこで落ちんのか把握しないとできないの。そうなんですよね。でもみんなマップ見てないんですよ、ほぼ。ほとんど見てないんですよ。つまりマップが合ってないようなものなんです。よくわかりますか？マップ召喚。難易度変えました。実はさっき、タイトル画面に戻った時からも挑戦者から初見に戻ったっていうね。お、死んだ場になって本当だよ。あ、ここは女の子の部屋だ。マップがないと僕はダメなんですよ。
俺は女がいるぜ。女がいようがなかろうが、俺はこの勾玉をここから手を伸ばして取ってやるから、よく見ておきなさい。ここから指出して、ここから手を伸ばして取るんだ俺は。ここから、ここから手を伸ばして、くっそ、ダメだ、取れないか。そう、じゃあここから取るわ俺。やっぱ向こうに爆竹投げよう。せーの、はい。慰めてあげる？いいよ。はい、どうぞ。これでいい？帰ろ。帰りましょう。これね、あの女の子はね、あそこのね、場所がわ、あ、こけし。とってもこけし。とってもこけし。あ、鍵あんじゃん。鍵とバタコさん来たよこれ。とっともこけし。あ？あ？あ？おい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 。俺より遅いってどういうこっちゃい。捕まえる気ねえだろ。おい、俺より捕まえ、おい、なんで同じ部屋に扉が2つあるんだって。だからどないなっとるんや、ほんまこのゲームは。今絶対俺捕まるだろうなと思ってたけど、捕まることなかった。なんかっていうか、あいつ詰まってたよね、あれね。なんかむちゃくちゃ詰まってたよ。いや違う、あいつね、詰まってた。鍵どんだけあんねん、ほんでこれ。もう4つ取っちゃった、これ。ランニングマシン乗ってるだけ説ある。セグウェイ説ない、あいつの足元だけ。お、なんかいろんなの来たで。ほら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 、取ってる取ってる取ってる。足に俺でも塗られてんじゃない。シャン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 。スクフェスおばさんがまだ普通に歩いてる。早く選択してください、曲を。曲を選択してね。何を選ぶかはあなたが決めてね。本当かな。また女が泣いてる家に行かなきゃいけないのこれ。女向こうに泣いてら。女が泣いてるとこバサスと、あ、選択するドン、選択するドン。俺が泣かせました、しょうがねえな。俺が太鼓の達人やってるからよく聞いとけって。ドンカカカカ、ドンカカ、ドンカカカ、ドンカカ、ドンドン、ドンカカ、ドンカカ、ドンカカ。泣くぞ、すぐ泣くぞ、俺泣くぞ。戻ってね。うん、俺もなんか戻ってるような気がしてる。正直俺戻ってね、これ泣くぞ、ほら泣くぞ、すぐ泣くぞ。ドンカドンカカ、ドンカカカ、ドンカカ、ドンコカ。どっちこれ、ほんで。閉まってる扉ありませんでした。俺走っていいもん、これ。走ろ、もう走っちゃおう。走ろ走ろ。この辺だと俺行ってないんじゃないこれ。ほら見て、おりさおはよう。見て、これ絶対俺行ってないやん、ここ。おっさん、今若い子でもね、結構そういうことやる子多いんだよ、今。知ってる？
これ何見えるみんな。これ何？え、あ、んー、これ草って書いてあったんだけど。どうかな。これ草に見えない？え？キュウリ？いやいや草でしょ。お宅のリワコツ。いや、あの草にしか見えないんだけど。え？これ草じゃね？見える？いや、あのこれ、え？草にしか見えなくね？ポケモンのレジ袋に見えました？いやいやいや。いや、待てや。間違ってる？いや、間違ってません。草です、これ。よく見てください。これ、草って書いてあるから。いきますよ。ほら。どう？草でしょ？だから言ったんだよ。みんなはちゃんとね、しっかり漢字の勉強してきてくださいよ。漢字の勉強してきてくださいよ、ちゃんとしっかりと。草もわからないんですか、あなた。下の横棒が斜めってるから見えないって。見えなかった。疲れてんのかな、みんな。お疲れですか。うん、疲れてんのかな。コンパス使う？ちょっと待って。4個鍵持ってるんだけど、あと他どこに行けばいいんだ。あ、この先くせえな、これ。プンプン匂うぜ、これ。見て、ほら。やたら鍵だけあんだよな、鍵はな。鍵しかねえわ、これ。この辺か？ほんま走っちゃうよ、これもう。走っちゃおう。ランランルー。お、ランコもおはようございます。みんな寝すぎじゃね。あ、これなんか出てる、なんかはみ出てる。キー作品です。いや、鍵使ってるんだけど、鍵使う場所がないんだよ。なんで鍵使う場所がないんですかね。なんでですか。どうしてですか。あ、これ鍵かかってんじゃん。これだ。鍵かかってる場所見つけた。絶対これ罠部屋っぽいな、そんな気がする。こっちだよ、ほら。こっち。ほら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 。これ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 。なんかいろんな話してね。なんかいろんな話してない？待って、なんかいろんな話してる。やばい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 。違うやつ来てる。あー、すごい。特急列車通ります。お下がりください。黄色い線までお下がりください。なんか爆竹、ありったけの爆竹投げちゃった。大丈夫、予備ここに入ってるから。俺ここにしまったね、ここにね、ほらね、言ったでしょ。すごいでしょ、ちゃんと予備まであるの分かってるから俺。長靴もの用意しちゃったの、長靴まで。はい、帰ってくんねえかな、あいつら。いや、ちゃんとしっかりね、あの引き出しにちゃんとしまったの俺覚えてるから。そう。徘徊者は、やっぱりこうやる気がね、そう、バタバタはあんな見た目だったっていうことですよ。で、ちなみにあいつら全く動かないんだけど、そっか、どうしよう。呼ぶ、ここまで。はい、どうぞ。早く来てください。俺そっちに行きたいんです。来た。
まあそういうことですよ皆さん。帰りました彼らは。彼らは帰りました。二人仲良くデートして、また多分新宿あたり行くんじゃないかな多分あれで。お、これでようやく5つ集まったぜ。やったぜ。さ、帰ろうぜみんな。帰ろ。付き合うきっかけが爆竹だったってことで、つまり俺はキューピッドってことで、要はハロウィンにはまだ早いですよ。新宿アルタ前集合でお願いします。で、ほんでどこに行くのかな、どこに行くのかな、こっちかな。まだ23分だけど探索もう終わりなの？え、いやもう23分経ったでしょ。俺この後初見のゴーホームというステージをこれから遊び尽くすんで、待ってなさい今から。テゲテーテゲテーってなんのかな。待って、これマップちゃんとあんの、よーく見てみた。マップを見ながら移動してるから俺今。終わっちゃうんですよ残念ながら。だってこの後って確かでかいやつだよね確かね。まあ次やるときはステージクリアまでやろうぜ。ザ・ワールド使っちゃう？ワールド？いいね。じゃああいつ来たらザ・ワールド使ったろう。何時までやる？フリー素材の。俺の力を、ちょっとこれどっちにしろ生き止まりなんだけど。ほら来いよ、ほら。これは返してもらうぜ。ザ・ワールド。時は止まれ。眩しいやろ。そして時が動き出す。どっち？あ、こっちか。あ、こっち行くのか。あれ？こっちじゃねえな。これ後ろじゃねえ？これ。これ後ろじゃねえ？こっち？こっちか？ほら見ろ！見つけた。これだ。やったぜ。これで俺のステージは。おーおーおー、やべえな、地震が。ここだけで200万円かけました。やばいやばい、俺の声が確定されてるかな。おお。今お迎えが来とるんですよ。迎えが、ほら見て、お迎え。あ、すげえ、スイッチだと緑色なんだねこれね。はい、チーズ。お姉さんいいね。おお。はい、チーズ。いいね、いいね。はあはあはあ。これどこまで行けばいいの？押してもらってる？いや、全然。はい、チーズ。もうちょっとさ、ちょっと足開いてもらえるかな。ちょっとそしたらちょっと取りにくいな。あ、そう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 。もう一回行くよ。はい、チーズ。お、これは。眩しいやろ。やべ、部屋は暗すぎる。またこれ伝説の暗い部屋。来た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 。皆さん来ましたよ。うん。ジュエルに200万分、200万。200万プレゼント。視聴者になんと、ソシャゲのジオル、ジュエルがなんと200万プレゼントします。宛先はこの概要欄の下に。ソシャゲ
やっぱりあなた、お、とてもいい魂を持っているのね。目覚めよ、その魂。来た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 。君は誰？みんな私を化け物と呼ぶけど、あなたもそう呼びたいなら好きにするといい。実際、今の私は化け物みたいなものだし。化け物が。でも、私に言わせれば、人間の方がよっぽど立ちが悪いわね。化け物には化け物もつか。諦めなさい。私のような力があるものしか開かないし、あなたをここから出すつもりはないと。でも、いい話がある。お、なんだ？究極の選択肢求められるやつやね、これ。さあ、お前の罪を数えろみたいに言ってきそう。なんかどんな病にも害さない、どんな猛獣でもねじ伏せることができるだって、それは素晴らしい。じっとしてなさい。やったぜ、見ろ、俺に力が、力が。おお、力が湧いてくる、力が湧いてくるぞ。これはいい。あれ、ちょ、あれ、ギリギリだったな。何してんの？お前のおかげでうまく忍び込めた。そんな、何してくれてんの？おい、俺の永遠の猛獣を退治するような力がなんかなくなって。ちょ、お前、ようやく会えたな。ずっとこの時を待っていた。俺の永遠の力がなくなったんだけど。どうしよう。ああ、やばいやばい。そこでおとなしくしていなさい。それおとなしくしといてもらって。あ、来た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 。俺たちをよく見てみる。お前には魂が見えるんだろう。どうりで。そう、俺たちには魂が見えるんだよ、みんなね。おい、俺から離れていろ。わかった。ずいぶん長い間ギリギリで保ってきたが、もう限界みたいだ。俺の意識が保ってるうちに早く逃げろ。もう一人の俺が出てくるのかな、これ。やばい、もう一人の俺が出てくるやつだ。大丈夫か？千年パズル解いちゃったんだ、多分。最後の丸あがきだ。お前にもらった力、もう一人の僕、利用させてもらうぞ、化け物め。何をするつもり？やめなさい。おお、なんだ？あの女子今踏みつけられてるよね。おい、やめろ、みんなのジュエルが。あ、みんなのジュエルなくなりました。保存中です。よし、じゃあゴーホームのステージやろうぜ、みんな。うん、このゲームやたらみんな叫びたがるよね。残念だけど、申し訳ないけど、みんな10連ガチャできませんわ。そう。つまりガチャは悪い文明ってことで。さあ、楽しみ楽しみ。ホラーゲームゴーホームとのコラボマップです。日暮らしの回路をクリアすると遊べます。ゴーホームにゴーしようぜ。ゴー日暮らしの回路、確か俺クリアしたくね？一番最初のステージだよね、多分ね。一番最初の敷地内抜けた先のステージじゃないの？違うの？てか、日暮らしの回路どこ？そんなステージあった？そもそも。
そんなステージあったっけそもそも俺そんなステージやったっけ、覚えていませんけども。日暮らしの回路、これは、お、よし行こう。日暮らしの回路、話変わるけど、残影紹介してたじゃないですか。残影実際にこれ実際に本物の幽霊映ってたの。いや何それ怖いんだけど、やめて、俺今ダンボッチで今一人なんだからさ、今怖い話やめたら、怖いの苦手なんだよ、やめてください、怖いの苦手なんで。でこれちなみにマガ玉5個なんだけど、これどうする。あ、え何これ、楽しみ、これちょっと楽しみじゃないか。これ幽霊ダメなんですよ。これ取って、これ取らない。今あなたの後ろにいるの、私メリーさん。こんなものが、うわ今なんか変なの取ったぞ。見たことある幼女いたぞ今。あいつ襲ってくんのかな、ちょっと楽しみなんだけど。かやこ、おなんかチカチカしてるよ。ん？なんだ？なんだ？なんかいる？モザイコちゃん。なんだ？これ何がいいんだ？え、ちょっと襲われてみたくね？どんなやつか。ちょっと気になる気。ちょっと気になんない？気になるよね、まがましい感じ。雲がいるのこれ、え誰がいるんだろうこれ。でもなんか近くになんかいるっぽいぞこれ、ほら積極的に行く。なんかあれ正面になんかいね、爆竹あるやん。あ確かに爆竹で呼んでみるか、明かりを灯します。おい、何がいるんだ、楽しみだな。ね、ここら辺にいる、なんか誰もいねえじゃねえかよ。爆竹で呼んでみる。え、ちょっと待って、その前にくしゃみ出そう。爆竹みたいなくしゃみ出そうかもしれない今。出それ出ない。爆竹みたいなくしゃみ出そうでない今。ああ、よくない、よかった。金属音はあれはちょっとマジミスったんすよ。あれ、取りに行っていいかな、普通に行ける。爆竹みたいなくしゃみと相当言わない。いや、ちょっと爆竹みたいなくしゃみ出そうだったんだけど、今引っ込んじゃった。へっこんだらカーコンカーコンミニクラブ。これ、普通に取れていいのこれ。取れる、やっぱり絶対そうだろうなと思ってたけども。あー、なんかいるって。ちょっとあいつ縄跳びしてるやつじゃん、しかもあいつ縄跳びしてるやついたよあれ。しかもほんで音がでけえ音がでけえんだが。おい、これほんとに爆竹あと4個いける？ちょ、怖い、あいつ着物着てないやつだよ。じゃあ BGM 変わってる。もんちゃんはこいつ、ゴーホームのキャラクターがここにいるってやつね。そう、ゴーホームを爆音だったけども、ここでもまさか爆音だったか。そこ設定変わってないんだね。よし、今度こそいけるぞ。いけるいける、俺ならいける。でこれどこにいんのこれ。1個ずつ解放されていくのかな、取ったら取る分だけってこと。
ちょ待って、これ今見えないんだけど、これ見えへんよ、これ見えへんって、これよし、これを明かりを灯します。もうちょっとこれ俺の画面明るくするわ、みんな。ちょっと多分暗いっしょ。今俺がワイザーの力でね、明るくしてやるぜ。ほら見ろ、ほら明るくなっただろう。感謝したまえ。はい、行こう。はい、行きましょう。地図ないんだよ。つまりの、これはえん、あの初心者モードは無理だったってことだ。あ、いなくなったっぽいな。やられたくないな、こうなると。感謝して、感謝する。でもレンク暗いまま。そうなんですよ。ま、みんなはね、みんながね、明るければいいんですよ、皆さん。そうすればほら、みんなも笑って過ごせるだろ。笑って過ごそうぜ、みんな。笑って、心も明るく、見た目も明るく、でも俺の画面は真っ暗。俺の心も真っ暗。ウィンウィンじゃないですか。そして、眩しくて見えませんね。タンスの中がね、これね。お先真っ暗。ほんまやで。性格の話？俺のお桜真っ暗ってこと？なんつって今俺。俺の財布も真っ暗。すっからかーん。お前それ絶対虫だろ。笑いか、ちょ待って、俺多分これタンスの中真っ白で何も見えないけど、これ。あ、オッケー。笑い角には福来たる。待ちかね福来たる。なのと、あ、はいはいはい。画面も真っ暗。すべて真っ暗です。これアイテム少なすぎん？ちょっと、ね。アイテム少なすぎん？これ。え、ちなみにこれ敵こんだけ、これ敵あんまり徘徊者いないからすげえ楽じゃね？これ。ん？なんだ？あーね。待ちかね福来たレイン。あーね。ハッピージャムジャム。待ちかね福来たる。はい、待ちかね福来たるです。俺が徘徊者、まあ確かに徘徊してるけども。で、これでいろいろ今ね、部屋は、ま、巡ってるんですけどね。なんかはみ、これ絶対雲出んだろお前、これ。ほらね、はい避けた、はい雲避けた。鍵取って、ここの爆竹取って、レイコンドルパサー。あ、香水があった。香水。明かりを灯します。避けましたよ。香水、香水ね。何もないところを見ると本当に何もないんですね、この部屋は。だいたいこの辺でバラ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 って聞こえてくるんだけど、あ、待って待って、チカチカしてる、チカチカしてる、ほら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 、まあらら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 センタービードスティスタンミスティー、オーレスオーレスオーイエスオーイエス。は？でかい姉ちゃんじゃん、あれ。でかい姉ちゃんだった今。ドア開けてきただけだった。よかった、助かった。危なかった。壊すだけ壊してどっか行ったんだけど、怖すぎる。あのめっちゃでかい姉ちゃんだった今。危な、怖。これ隠れる場所ちょっと見つけたいんだけど、あのなんか象印じゃなくて、なんだっけ、あのあれ青いさ、石がないから、これ隠れる場所見つかんないんだけど、どうする？隠れる場所見つかんないよ。ああ、壊れた。壊れました。クライディアさんぶっ壊すだけだ。これ絶対虫、ほらね。あ、やばい、これ絶対来てるじゃん、ほら。絶対来てるやん、これ。え？なんかいいね。ドアを壊す。
ドア開けるだけでもよかった。こんなところに、なんかいろんなとこ壊してね、あれどん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 落としてるけど、いずれここも壊されてしまうんだろうか。どう思います皆さん。ちょ怖い。ひよってやついる？ひよってるやついる？もうこのまま行っちゃっていいっすか。自分行っちゃっていいっすか。自分行っちゃっていいっすか。おい、怖えってお前、おい見た今の。あいつ怖っ、怖っ昼寝してた。おはようございます。普通のあの顔がふにゃふにゃしてる女の人がいた。すごい怖い。スタイルのいいお姉さん取りかかってたけど、やめて。触手プレイはやめてください。明かりを灯します本家だとネタなのにここだと怖いの。本当だよ、本家だとね、めちゃくちゃ。あ、待って、ここに、ここにあんじゃん、これ。タンスが。タンスにポン。俺、まず、あいつまだ歩いてんぞ。ここ隠れたいけど、ここ場所なんかないの？なんか、ここに行けますよ、アピールみたいな。あいつに追っかけられた時に。青い石がないから俺隠れられないんだけど、どうすればいいと思いますか？青い石がないと無理ですよ、これ。マップはどうなってんだ？そしてどこにあるんだ？マガダマは。数も禁止。これ何したら国なの？右上にね、マガダマの数が書いてあるんだけど、見えないんでしょ？うん。まあそういうことですよ。見えないんですよ、皆さん。シャドウコリドーの、シャドウコリドーの銅の下の赤い文字で多分見えてないと思うんですけど、これ実はマガダマがね、5分の4になってる。見えてる？あ、かろうじて見えてるらしい。マガダマ。マガイダマ。かぶってるんですけど、一応5個のうちの1個取ってるってことになっとるんですわ。やることは一緒なんですよ。やることは一緒なんだ。あ、ここにも隠れるところがあるダンス。罠部屋っぽくね？これ絶対罠部屋だろう。あれ？違う？取れたね、みんな取れたね、取れた、みんな。あと3つだよ。あと3つだよ。あと3つだよ。そんなバカな。取れた。あらら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 。あと3つだよ。あと、この辺の扉開けたら俺、ちょ、まずいやつ来てるかもしんねえ、これ。見て。またあいつ、なんか、あれ、なんか、ここ、来たことあるな。おや？出戻りー。うん、なんか、すぐ帰ってきちゃうんだよね、これ。なんでなんだろうね。俺、多分、呼ばれてるんだよ、みんな。多分ね、呼ばれてるんだよ。私ね、結構呼ばれることあるんですよ。少しでもね、怖いなと思った時にはね、後ろからさささってやってくるんだよ。あのね、足が長くて、顔が白くてね、で、身長がやたら高い女の人がね、顔をふにゃ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 して、でね、さささささ、ささ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 さって歩いてくるの。私はそれ見て、うわーと思って。やだな、怖いな、やだな、怖いなと思うんですよ。でね、左からスーッツーってこうやってくるね。これね、見ててください。これ左からブサーってやってくる、これ。来なかった。来なかったです。さあ、始めようか。ここはもう行ったことあるんですよね。じゃあ戻らなくてもいいかな。でも戻りたいんですよね。
おいおいおい、なんだなんだなんだ、なんかちょっともう来てるのか、早いんじゃないか。右にいるのか、左にいるのか、左にいるのか、右にいるのか、どっちかなんだ。ちょ、怖い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 よ、怖いよ。ここにいていい？怖いから。怖いからここにいていいですか？うわ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 、見てください、あちらを、あちらをご覧ください。見ました、皆さん、今の見ました、見ましたか、今の皆さん見ました、どう思いました。あとついていこうぜ。いやいやいや、見てない、なぜ。スタイルのいいチャンネルが今いたでしょうよ、なぜ見てないのか。追いかける、追いかけよう、ぜひ追いかけよう。ま、任せろ。歩いてたでしょ、今追いかけに行くわ。任せろ、大丈夫だ、俺なら心配すんな、みんな、俺なら心配すんな。見せてあげますよ。見せてあげますよ。ナンパすんの？いいよ。なんてナンパすればいいの？どうすればいいのこれ？なんて言えばいいかな？ね、なんて言ったらナンパいけると思う？どうすればなんて言えばいいの？ヘイ！ヘイ、彼女！よかったら俺と今からお茶しない？90年代風に行くのか、それとも現代風に。ヘイ！俺と一緒に TikTok 撮ろうぜ！か、もしかしたら、もしくは、俺今 YouTube 配信してん、YouTube 放送してるんだけどさ、動画撮ってるんだけど、よかったら一緒に映んない？そこのサイゼリアおごるぜ。お、爆竹を。一緒に借りませんか？モデル体型が好きなの。あれはちょっとモデル体型というよりもちょっと怪しいっすな、体型は。顔出して NG なんです。てか LINE やってる？ナンパ成功できる、成功できる確率はゼロではない。パンツ見せて。サイゼリアか、ガストはやだ、高いから。ココスもやだ。サイゼリアはいい。なんか正面からなんか歩いてね、ね、正面からなんか歩いてね、なんか正面から何か歩いてね、気のせいかな、正面から何か歩いてる気がする、気のせいかな、みんな。ジョジョ園ダメです、やばい、正面からなんか何かが歩いてる気がする。あ、怖い、気のせい、本当に言ってる、それ本当に言ってる、エンカウントしたってこと、何それ、 FF みたいなシステムな。見ろ、今俺多分あの子多分正面多分歩いてるから、見てみる、いくよ、ほら、見た。へい、シリ。ただの通行人 A とか B とかじゃないですよ、あれ。敵です。敵発見。やだ、怖い。でも、ここのステージは俺まだ行ったことないから、ワンチャン何かがあるかもしれない。さあ、何があるんですか、俺今コントローラービチャビチャだからね、あのコントローラーがあまりにもビチャビチャすぎて。おお、見ろ、青い石がある。そして香水のせいだよ。やった、これで逃げる場所を確保できるぞ、みんな。勝ち申した。そしてまた体力が戻った、雲によって。スーモス、スーモス、でもスーモ6個しかない、これスーモ、スーモ石スーモ席6個しかないけど、これ俺終わりじゃね、これ。ちょっともっと、もうちょっとくれよ、スーモ席。えがったな、いや、えがったけども、これスーモ席がもう少なすぎて、これ波平の髪の毛しかねえな、これ。なんでここに、なんかこれ入ってんの、これ。あ、これちょうどいいんじゃないか、これ、こう隠れるとこじゃね、これ、見て、これちょうど隠れられるぞ、ここ、ここにスーモ席置こうぜ。ね、なあよ。俺、見て、ここにスーモ席置くことによって、あ、あそこが隠れる場所だ、つって、これ、走って隠れられるわ。やったね。ここにも置いとこうぜ。おーら、価値格だよ、これ。見て、
で、これをね、全く全然違う部屋行ってね、あれどこにあったっけつってやられるのはもうオチなんだけど、ね、ここまでが大体セオリー。ここまで来れたらマジで本当天才。それジエルに交換すんの？無理。これはちょっとジュエル交換対象なんでダメですね。交換できない対象なんですよ。隠れられると言いながらそもそもエンカウントしない。そもそも隠れるまでに至るまでにあそこにたどり着くかがちょっとまたちょっと微妙なところで。怖すぎるわ。よしよしよし。さあ行くぞみんな。あと残り3個買ったら俺の勝ち。僕はこっちお帰りなさい。思ったより敵と鉢合わせしないよね。つまり俺に臆してるってことなんだよ。わかる？つまり俺に奥寺凛ってことなんですよ。奥寺凛ですよ。どこにあるのかな。アイテムもなくね、これ。こんなにアイテムないもんなの。もうこれか、あ、ここにもあった。やったね。もう次追いかけられたらここに置きましょう。よし、見ても完璧すぎる。そうで、大体俺間違えて多分ここまっすぐ突っ切っちゃってやられるパティになる、大体。あ、これそうじゃないか？ほら。すごいっしょ。素敵でしょ？なんか来てね。なんか来てね。心の余裕ができてます、今。でもなんか来てるんですよ。怖いから扉閉めとこ、ここ。ね。でしょ。で、こっちから来るんじゃん。なんかどっからかし、どっかしらか、へ、なんかある。あ、ほら、マガダマを取った。よった、3つ、マガダマ3つ取りました。皆さん、あと残り2つで僕クリアです。あと2つでクリアです、皆さん。あと1つでクリアです、皆さん。あとヒート2。あと一つだけのマガダマを取れば俺の勝ち、俺の勝ち、俺の勝ち。ウォー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 。ふー、こんなところに二つもある。一回やられてみない？確かにちょっと一回やられたな、やられてみたいなっていう願望はでもある。でもちょっとこれはクリアしてみたいなっていう願望もある。俺の一つ使ったらくれ、あ、近いぞ。ちょ、これちょっと近いんじゃないか。あ、でも隣だから大丈夫か。4回やられてみるか。4回やられたらもう俺終わりのセレフじゃん、もうこれ。いいのか、果たして。それでクリアが見たいんじゃないの、みんな。エンディング見たくない？エンディング、それとも僕がやられたい姿が見たいんですか？エンディングが見たいんですか？ユミはこっち。やられたいか、やられたいか、縛られたいか、縛りたいか、食べたいか、食べられたいか。お前はどっちだ？どっちも見たい？ならば貴様は M。 お前ら全員 M だ。あ、やったー、取れたー。みんなやったよ。じゃあ一回クリアしたエンディング見てからのやられたいエンディング見ようぜ、みんな。そうしよう。さあ、ということで今から帰ります、自宅に。緊急で帰ります。緊急で帰ります。爆竹投げてみよう。今から緊急で帰るんだ、俺も。今から、俺は今から緊急で帰るんだよ。ここもちょっと一応石置いとこうぜ、怖いんで。マガダマが溜まりました。これ何の意味があるの、これ。ちなみにこのお面は、食べたいか、食べられたいか。賞金、我が名は賞金かげろう。終わったコンテンツじゃん、これ。
もう俺無理じゃん。何のために石を置いたんだあそこに。ああ、石はでも補修できるからよかった。唯一の俺の隠れる場所が石の取った。でも石を何度か回収しました。危なかった危なかった。よかったよかったな、あなたがいて。爆竹縛り、まあまあまあ、1回目クリアして2回目ちょっとやられてみようぜっていうところに至るわけですよ。まあまあまあ、よく見といてくださいよ。あ、やばい、ちょっと待って、これ非常にまずいかもしれない。あ、隠れさせて。やだ、ここでやられたくない、やられたくないようだ。よしよし、クリアできる、クリアできる、クリアできるぞ。これ、うん、多分絶対近くにいるよね、こんな。絶対近くにいるから。ほら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 。絶対ある。あ、俺そこくせえもん、なんかプンプン匂い、そこ絶対いる。どんどん落としない、どんどん落としない、なんかどん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 落としない。ほら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 。ほら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 。見て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 。どんどん落としない、どんどん落としない。お、俺に恐れをなして消えたか。そうか。バカめ、クモめ。そんなところで俺を倒せると思ってんのかな。まったく、肩払いたいぜ。おぉ。最高みんな。いけ、俺のスピンアックス。こっちで合ってる？ね、こっちで合ってる？まあ、大体こんな調子に乗ってる時に大体やられるのが俺なんだけどね。あれ、全然違うじゃん、ここ。全然違う場所じゃん。なんで俺ここ来たの、これ。見える。僕にも見える。近いぞ、みんな。すぐそこだ。ゴールはあと目と前の鼻の先ですよ。近いですよ。近いですよ。隣か？隣のセラフ、隣のセラフ、オロノイモコ、オロノイモコ、オロノイナフ、オロノイナフ、オロノイモコ。待って、これどこだよ、ここ。ここどこだよ。ねえ、ここどこ？どこ、ここどこ？どこ、ここ、どこ、今俺どこにいるの、間違ってるの、場所が違うの。どこ、ここどこ。あれ、おかしいな、俺今どこに、あれ、なんでここに、どこにいるの今、俺今どこ、ここどこ。ああ、やだやだ、無理。おい、いるって、あそこに。ちょっと待って、扉閉めて。あれ、こっちにも扉あるよ、みんな。こうじゃね？違うんかい。違うんかい。ほら、歩いてんじゃん、あれ見て。ほら。歩いてんだけど、やばいやばい。うわ、怖っ！うわ、怖っ！うわ、うわ、うわ、怖っ！丸々和骨、怖っ！見た、今のみんな。見た？やばくね、あれ。顔ふにゃふにゃしてたよ。あいつがあそこにいるってことは、俺こっちに行けるってことだよね、要はね。ナンパすんでしょ、リアトスしに行こうぜ。いや、きついって、ちょっと待って、俺場所間違えてるもんだって、これ。明らかにこっち、なんかちょっと違うやついない、これ近くに。ほら。なんでだよおい、一個減ったって、マガダマが。おい、マガダマが一個減っちまったよ。何しようとしたの？え、この鏡を使ってプワーンっていけるかなと思ったんだけど、なんかどうやら間違えました。おい、マジで言ってんのかよ。嘘だろ、冗談だろ、冗談だと言ってくれ、みんな冗談だと言ってくれ、頼む。これは冗談だよな、なあ、冗談なんだしょ。え、マジで言ってんのこれ。嘘でしょ。マガダマ1個減っちまったよ。延長張ります。これが事実か、これ。しかも鍵ねえし。
事実です。冗談じゃないのか、これは。これは夢ではないのか。夢じゃない、夢だろこれ。おかわりです。ところがどこへ、現実です。嘘でしょ、心は、ここは現実なのか。死んでも特に変われなかったという、いや、これは現実なのか。俺は夢を見てたんじゃないのか。いや、俺は夢だ、みんな。これは夢に違いない。夢なんだ。これでやられたらやばい。夢ならばどれって、ここ最初じゃね、最初のステージじゃね、これ。なんかゴーホームみたいにキンキン言うんかなと思ってたけど、違うみたいだね。また鍵を探すところから始めなきゃいけないんですか。歌うと思った。まあでも俺は諦めたくないんでね。縄跳びにやられたらまた違うエンディング。いや、じゃあ無理だよ、もう。やだよ、さっき誰にやられたの。しかも俺、誰にやられたんだ、今の。俺、今誰にやられた、今。今、俺誰にやられたの、ちょっと教えて。今誰にやられたの、あいつ。ドイツにやられた、今。お姉さんにやられたの、今。ふわふわした顔がふにゃふにゃしたお姉さん。やつか。おなごにやられちまったか。ほうかほうか。なんかバタバタ、なんか、スカートを上に上げながら走ってきたよね。姉ちゃんか、お姉さんが来たか。お姉ちゃんが来たのか。おい、また来たぞ、おい、これ。また来たぞ、これ。また来た。四角、三角、三角、おい。ああ、あいつだ。じゃあ、あいつだわ。ドライフラワーみたいに。でで。あいつだよ、今、普通に歩いてら。あ、なんかこっちでもいいね。どっち、どっち、今、どっちに、あれ、ちょっと待って。今度、アイテムミスないようにしようぜ、みんな。アイテムミスったらもう終わるから、このゲーム。よし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 。あと一個。あと一個。あと一個。あと一つ。あと一つなんです。もう少しですよ、もう少しで。あーん、テトラポットの豪邸。負けたくねえな。くそー、なんでだよ、俺が行くとこ行くとこそんな壊れてて、俺がまるで壊したみたい。ここに、ここに置いとこう、ここに。鍵をここに使いますよっていう。ね。ナンパしたよ、さっき。ちなみに、ここの鍵だと思ってさ、鍵じゃな、鍵かかってんの分かんなくて、ここ隠れる場所だって言って、大体やられるのが大体のオチなんだよね、これ。でも今日なんかフラグ回収してなくね？破壊屋。破壊神なの？違うんだって。俺壊したくて壊してるわけじゃないもんだって。壊れちゃうんだもん。フラグ回収は今日しないから。任せて。鍵さえ見つければそれ。今日はね、フラグ回収できませんね、今日は。お、爆竹あるじゃん。もう、どこに鍵があるんだろうか。どこに鍵があるんだろう。フラグ回収はいたしません。私は一体、これ、通ったんだから、これ。こっちか？あ、こっちから来たのか。あれ、なんかいつまにか俺体力 55% いってんだけど、なんで？おいおい、55% オフ。今から回収しない。任せなさいって。あ、ここ？あ、ここ鍵かかってんじゃん、これ。ここでワンチャン鍵見つけたらこれ勝ちゲーじゃね？まあ、そんなタイミングよく鍵があるわけが。くっそ。だよー。なんで鍵がないんだよ。なんでだよ。もう、なんで鍵がないんだよ。もう、なんでだよ。フラグは回収しま、待って。俺、いいこと考えた、みんな。俺、これ、鏡の力を使うことによれば、ワンチャン、マガダマの部屋にワープできるんじゃないかっていう、奇跡の世代、黒子哲也。どう思う？ワンチャン鏡を使えば、もしかしたら、
マガラバの部屋に飛べるんじゃないかっていう思ったんだけど、どう思う？カブト防具にボコボコにされてんの今俺。ワンチャンいけるんじゃないそれ。無理。いや、いけると思う。俺は行くね。やってみる。奇跡を信じる。奇跡。行きますか。行きます。ワープジャピエス。ここはどこ、私は誰、私はここどこ、私は誰。どう、明かりを灯します。どうどうだ、ここにマガダマがあるんじゃないかと思ってるんだが、どうどうどうだ。これ最初のとこ、え、ここどこ、これ知らない場所ね、これ知らない場所。あれ、マガダマないんか。やってみせろよマフティ。あれ、ここ、え、マガダマないんだけど、なんで、ちょ、マガダマないんだけど、なんで、マガダマないんだけど、マガダマなくね、マガダマ、マガダマなくね。これもしかしてやっちゃったんじゃね、これ多分、これやっちゃったんじゃね。はっ、見つけた。奇跡はあった、皆さん、奇跡は起きました。皆さん、冷蔵庫を開けるかのように開けたら見つけました、見つけました。あとは俺は帰るだけや。そんな都合のいいことがあるんですよ。よっしゃ、帰ろうみんな。もう二度とは俺はやられない。ゲッツ、俺は二度とやられない。明かりを灯します。さあ行こうみんな、帰ろう。俺は絶対やられない、俺は絶対にやられないぞ。あれ、なんかこれ見たことあるぞ、これ。あ、鍵かかってる。あれ、絶対これあれじゃない。あ、ここじゃね、ここ開けたらいけるんじゃね。ここ実は正解じゃないか。さあ見せてみろ、出口はここだ。ま、あれ、ちょ、これあの、あら、あー、やばいんじゃないか。マガダマという名の間違える玉みたいな、マガダマみたいな、間違える玉みたいな感じ。まあそううまくいくわけないってみんな。まあでも俺あそこ行ったら俺ほらもう一回やられても OK ってことだから、みんな全然余裕だよ。うん、ね、みんなね、いける、いける、いける。あ、もう俺ここ、臭く、ここ臭くね、ここ臭えよなんか。開けろってバカ。来た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 、やばいやばいやばい、来てる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 、近近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 。ほらほらほら、見て見て見て、やばい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 。あー、怖え。よし行こう。あいつがあそこに行ったっていうことは、俺はつまりこっち行ってオッケーったってことだよね、要はね。行こうとか言って、これ鉢合わせたらめっちゃ面白いね、これね。どこだよ、あとつけてみる。あいつ後ろ向いたらどうすんだよ。よし帰ろう、もう大丈夫、みんな安心して、安心してください、もうすぐゴールですから。さあ行きましょう、あなたを恐怖の世界にいざないましょう。なんか行けそうな気がするな、なんだかいけそうな気がする。安心安心できませんな。こっち、こっち、どっち、これ絶対これ道間違えてんじゃないか、なんかそんな気がしない、これ絶対道間違えてるよね、これね、これ本当に合ってんのこっちで、ね、ちょ本当に合ってんのこれ、本当にね、ちょっと不安になってきた、ちょ不安になってきた、え、こっち合ってる、ねえ、もう不安になってきた、俺を不安になってきた。まだ先、まだ、まだですか、不安な迷子。ねえ、もうそろそろ着きそうな感じなんだけど、着きそうで着かない感じ、これ何なのこれ、着きそうで着かない感じ、何なのこれ。まだ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 、
まだまだまだなのかな、なのかな、どこですか、ここはどこですか、どこなの、ここはどこなのか、新しいところ、ズンズンガンズン、ズンズガズンズガ、ズンズガ歩いてるけど、ズンズガ歩いてるけど、ズンズガズンズガ、プスプスパツプス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 、じらしプレイやべえ、マジでこれ、じらしプレイがやべえ、こっち今精神を落ち着かせてるんでしょうよ。不安になるとボイパ出るわけじゃないけど今精神を落ち着かせとるんでしょうよ。やめてください。こっちまだね、まだなの、これどんだけ投げんだよこのステージ、どんだけ広すぎるのこれ、ちょっとやめてよ、ね、絶対行き止まりっぽくない、これここに石置いとこ一応仮にまだなの、いやボイパで精神落ち着かないでしょここなんか空いてるし、これ絶対俺ここ来たことあるって、もしかしてこれループしてる、そうでしょ、ループしてる、ここどこ、ここどこ、ちょっとやめてよ先輩そういうこと言うのは、ここどこですか、ここです、どこですかる、なんか途中途中扉開いてるとなんか不安になってくるね、これ絶対ほんとここで合ってんのかって思っちゃう、これでもこれ絶対来たことあるんだけど、ちちるゴールに行きたい、なんか見たことあるステージ行ってるよね、これ絶対最初に戻ってない、あーこれ絶対迷ってます僕今、これ絶対迷ってますよこれ、これ来てます来てます、あこれ本当にここギリスルしてたって場所、待ってこれでも絶対違う気がする絶対道違う気がする、しかもこれここってあれじゃね、俺一番最初にワープした場所じゃないの、さっきの俺の部屋の中見てあれ、なんかあそこマガダマあるしこれ迷子ですよこれ完全に、なんかマガダマなんかあるんだけど、実はこっちで合ってる説あるんじゃない、もしかしたら全然違うわ、全然違う、扉閉ざされてますけど、開かないんだけどこの扉なんで、あれこの扉開かないんだけどなんで、この扉この鍵じゃ開かないんだけどなんで、なんだここわかんない、なんか開かないんだけど、なぜ怖い、やばいやばい、何これ、俺すごい道に迷ってるよね、なんかすごい自信満々で来た割にはドアに拒否られた男、破壊されてる、破壊されてるのかな、そこ破壊神すぎるでしょ、俺マガダマ取ったら、でもマガダマ取るとさ、でもあれくね、なんかこれ絶対カウント6とかになるの、だって5分の5って書いてあるから6にはならないでしょ、実は廊下の真ん中の地下に潜り、あ、びっくりした、やっぱり俺多分チンアナゴにやられる、縄跳びさんが出る罠のとこなのかな今の、あ、実は分かった、あれあれだ、あれや、みんなあれ絶対敵出てくるんじゃねえの、あれ取った瞬間ねえ、なんかそんな感じしない、ボカーンとか言って触手に屈すんの、やばい、次俺虫とか来たりとか、あとチンアナゴにペシペシされたらやばい、触手プレイはやめてほしい、体力があかん感じがするわ、ちょっと違うエリア行きませんか、ここじゃなくて違うエリア行きません、こっちの方行きません、こっちの方、ここ開いてねえじゃんほら、ここだ間違いない、絶対ここだ、俺自信あるわ、かけてもいいわ、きなこもち丸和骨絶対ここだと思うんですよ、見て絶対ここだから、ほら見て希望の光が見えてくる、希望の光が見えてる今、ほら雨さんさんと、ほら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 、なんか誰かいる、
これ行っていいのかな。あれ指さしてるよみんな、そこ見て、あれ指さしてるってことは、あそこ通るってこと。怪しい匂いがプンプンするんぜお前、これ絶対普通じゃねえ絶対普通じゃないぞこれ。消えた、消えたぞ。アタックチャンス。ねえ俺これ本当に大丈夫、行っていいのこれ。ねえ、ねえ行っていいのこれ、本当に大丈夫。頼む、誰も出てこないね。いや、いける。やった、これクリアでしょ。パチ。さあ目覚めよその魂。これクリアでしょ。ゴールへの導きだった。お、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 は、これなんもないんかいお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 い、待て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 、何もないんかい。エンディングない、エンディングも何もないんかい。おい何もなかったぞ何もなかった。ゴール指さしてくれてただけかい。いやなんか来るかなと思ってたんだけどさらっとスッと終わったの何なのこれ。おエンディングないんかい。スッと終わったぞ。いや、めちゃくちゃ期待したわ、俺も。よし、みんな高評価のボタンを押そう。そしてチャンネル登録のボタンも押してくれ。敵多分2体っぽかったね。なんかさっきのふわふわした女と、あとぴょんぴょん飛んでる女。それだけだったわ。まあでもクリアできたっていうオチでいいんじゃね。今度は、もしカゲロウやるときは、クリアまでやろうぜ、クリアまで。ニンテンドースイッチバージョンクリアまでやろうぜ。押した？あざす！あざます！押した？ポチった？あざます！ポチった？あざす！あざます！解放したナートビさんは一体だけだったんだ。なるほどね。みんな高評価のボタン押してくれる？押してないんだったら、あ、オニパタありがとう。参加をした？アザス。じゃあみんな特別ですよ。特別にね。特別にじゃあファミコンのゲーム1個だけやってあげますよ。ナイスパス、ありがとう。スキューファミコンのゲーム1個やってあげますよ。じゃあ皆さん、特別ですよ。あ、オンライン切れてた。ははは。オンラインが切れてた今。ちょっと待ってね。オンライン切れた。ちょっと待って、これね、実はね、オンライン切れててもね、普通に遊べるんですよ。300円ぐらい僕が払いますよ。とても俺らしい。せやろ？じゃあグラディウスでもやりますかと思ったんだけど、ちょっと待ってね、今ちょっとオンライン入るわ。どれ、どれ。てか任天堂スイッチ自体がね、そんなに起動する人じゃないからさ。あれ、皆さん残念なお知らせです。なんか無料でオンライン入れるやつがなくなってるんだけど。消えたクマ。消えました。
そのようなものが。せっかく今俺無料でオンライン入れるやつ加入しようと思ったのに、なんかなくなってんだけど、あまりにも無料のやつ入りすぎたか俺。そう、無料7日間のやつあったんだけど、急に消えてる、消えてます。無料でオンラインできるやつあったんだけど消えちゃった。今もうオンライン有料のやつしかなくなっちゃったんだ。なるほどね。まあ、しゃあねえやな、それな。まあ、しゃあねえ、しゃあねえ。うん、しゃあねえ、しゃあねえ。まあ、そういう時もあるさ。ということです。うん。あれ、しばらく経たないとできないの？あら、まあ、本当にまあ。まあ、そういうことなんですよ、皆さん。まあ、そういうことですよ。うん。あと5人みんな、あと5人。あと5人みんな、高評価のボタンをあと5人だけ押してくれませんか？あと5人。コンビニダッシュは、なんで俺が今からこの暑い中コンビニ行かなきゃならないんだよ。いや、だって、任天堂スイッチ、俺、ほぼ起動しないもんだって。ほとんど起動しないもん。ありがとうございます。よし、終わる。よーし。グレイテスト。グレイト。イエス、グレイト。押した？アザス。もうグレイト。もうこれで完璧ですよ、皆さん。ありがとうございます。もう全然十分。グレイト。じゃあエンディングは僕が歌って終わります。エンディング、俺が最後歌って終わりますか、じゃあ。聞いてください。かげろうクリアできないんだもん。という、エンディング歌って終わりますか、じゃあ。YO!これ、これ、ボイス入ってたわ、そもそも。これ、ボーカル入ってんじゃん、この曲。俺がいつものかけてるやつ。オフボーカルじゃねえし、そもそもこれ。さあ、終わりますか。いや、だから高評価のボタン、いや、もう一回押しちゃダメだって、これ、このままでお願いしまーす。おやすみなさい、お疲れ様です。明日ね、普通にホラーゲームやるんで、明日もね、ホラーゲームするんで、皆さん、明日のホラーゲームをお楽しみください。明日のホラーゲームをお楽しみくださいっていうか、まあいいのか。明日は明日でホラーゲームするんで、ね、よろしくお願いします。お疲れ様です。